今日はよく寝たな。それにしても、おはようございます。さあ皆さんおはようございます。朝が始まりました。あれ、さあ始まりました、本日の朝でございます。今日めっちゃ寝たわ。今日はねめちゃくちゃ寝ました。はい、ありがとうございます。ナイス押してくれましたか。ナイスはね、右下の拍手マークをよろしくお願いします。本日もまず来たら拍手マークから押していただく、その流れでお願いしますね。カーテン開けよう。でも今日は多分ちょっと寒いんやろな。朝起きた瞬間から今この段階でもう暖房つけてるからね。今日ちょっと寒いね。よろしくお願いいたします。昨日俺何時から寝たやろ。多分9時ぐらいから寝てるよね。9時10時11時12 1、2、3、4、7時間、あ、7時間ぐらい寝てるわ。珍しいな。しかも1回も起きてないからね。1回も起きずに、まあ大体7時8時間、もうこれぐらい寝るとちょっとスッキリしたなっていう感覚はあるよね。昨日だって俺こんな時間からベッドに入ってますってつぶやこうかなと思ったぐらい。だから確か8時半とかそんなやと思うよ。でだから動画かなんかつけてピッてもそのまま寝てるから、酒飲んでへん、まあ起きたん言うて昨日3時とかだから、3時か4時とかだから、そう考えたらまあ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 起きてるのよ。みんな大体6時とかで起きるでしょ。大体その10時11時11時12時に寝るでしょ。おはようございます。あ、今日も釣り、あれ釣りアイテムって終わったねえ。今日釣りアイテム終わったの。いや昨日なめっちゃ風っぽかったよ。めちゃくちゃ風っぽかったの。でも寝て起きたら治ってる、よかった。頭めっちゃ痛くてさ、これはやばいと思ったんやけど、よかったです、大丈夫でした。釣り終わったん？ほんまに？釣り合いでももう終了？あれよかったのに。なんやそれ。じゃあイルミアイテムか。イルミアイテムって美味しいのこれ。ちょっと待って、なんかこれどれがいいんだろう。これいや気圧じゃない。昨日ね、明らかに風のね、あのあれが一歩進むとインフルエンザみたいになるというような前兆が来てたんだよ。どれにしよう。オーナメントはもうないやろ。イルミネーション、釣りもう終わりかよ。早ー。じゃあイルミか。イルミアイテムもらっていくしかないな。寒暖差アレルギーはあの花とかがな出てくるやつやんか。おはよう。いやそこまでいかへん。
あのその前段階、体の節々の前段階。うん、えなっちゃんと奈々ちゃん出てくれんのかな。いやちょっとその分からへんで、ね、出てくれるかどうか。まあ店長とかゲスト的なね、全員ゲスト的な感じで、まあちょっとスペシャルウィークというか正月早々ね、まあいろんな人たちに会える店にしたいなと思って。うん、一応なっちゃん奈々ちもその3日に頼んでて、で4日来るちゃんでしょ、で5日が相沢、愛さん、うん、で2日は一応あのちびぴよと丸顔みんっていうね元うちのキャストの人に頼んでるんだけど、まあ、ちょっとそこはどうなるか分からへんな、うん、まあ一応なんかこう面白いなんか年明け正月は俺出るから31正月は出ないと、うん、頑張るでね、お正月ぐらいは頑張って出ないといけないからね、うん、頑張頑張おはようございます。やっぱりね、ほんまはね行きたかったよ、ベトナムとかね、うん、行きたかった、うん、まあ、でも、ね、みんなね正月から働いてんのに自分だけギャンブルしに海外行くことはできへんやろ、いくらなんでも正月早々からね、うん、お店で年越し配信、まあそうやな、年越しは一応みんなで迎えられたらいいかなと思ってるけどね、うん、ちょっとどうなるか分かんないけど、まあ、相沢と愛さんね、なんかほんと化学反応というかどんなことが起こるのかがちょっと謎すぎて、で昨日なんか変なやつが店に来たらしいよ、うん、だからずっとコメントでも書いてくれてる、誰々が来ます気をつけてくださいみたいな、でそいつは出禁になったらしい、うん、まあ別にいいんだけどね、うん、お店で年越し配信やるんじゃないかな多分ね、わからないけれど、いや分かんない、そのちびぴよと丸に頼んでるみたい、うん、まあ確かに面白いっちゃ面白いよね、もともと正月にこう大阪に帰ってきた人たちがまあ同じギリバーで会うっていうのはね、うん、なんか 不思議な感覚でしょ、うん、面白いかもしれんそれはありかもしれんよ。まあ2日は分かんない、だからとりあえず3日にだからその奈々ちゃんたちがやってくれるっつうんだったら奈々ちゃんとね、345はまあ埋まるじゃん、うん、2日も埋めたいよな、1日はまあギリバーのねメンツだけでやればいいかなと思ってるんやけど、まあ、2日目からこうスペシャルデイみたいな感じでねできたらちょっと面白いなと思ってるんだけども、まあどうなるかは分かりません、ね、でも早く告知したいんでちょっと今日明日ぐらいにもう決めてもらうようにしてくれという話はしてある、もう1ヶ月前やからね、みんなも正月はどうしますか、決まりましたか、お正月はね、あれお正月の予定は決まっておりますか、青年末年始、ヘイヘイさんが相沢さんの天ぷら、え食べたん、もう昨日マジかよ、見れなかったやん、昨日やった早かったね、思ったより、マジか、見たかったな、え天ぷらと玉での生、うーわ玉での生サンマ、生はちょっと怖いよね、生ちょっとそれはあかんじゃん、焼いたやつはいいけど生はちょっとさ、まあ大丈夫やと思う、別に玉でと言えと大丈夫やのは分かるけど、いや 玉で食べて当たっても文句は言えんでな、せやけどこの間パルが買ってきてくれたやつは1枚1000円とかする肉で美味しかったね、はいね、正月何もありません、俺は正月は31日、まあ、できる限りちょっと顔は出そうかなと思ってるけどね、うん、分からへんけど、うん、なんか極力なんかいろんな人と会いたいじゃないですか、だからちょっとその正月周りはまあバーの方に集中していこうかなと思ってるけどね、うん、そう
生サンマのなめろう、でもサンマの刺身は美味しいからな。サンマの刺身は美味しいで、うん、でもあれね、多分ね、サンマの刺身も多分ちょっと骨が気になったりとかすんねん。だからそのさばき方、うん、さばき方が問題だね。俺に会えるの行きたい？いや、来てね、絶対ね。うん、まあちょっと約束はできへんけど、一応そのみんなに顔出すつもりはではいる。うん、夜か昼か分からへんけど、どっちかは、うん、その近辺で、まあ、配信もやっとこうかな。マオですが、叩くのやめてくれます？叩いてるわけじゃないですけどね。叩いてるわけじゃないんですけど、まあ、気になる点がいくつかあるってことですね。うん、ね、しかも結構長く、もうなんか3日間ぐらい取り上げてないよね、よく考えたらね。でも叩かれる理由はわかる、すごく。うん、こんだけ批判される理由はね、わかりますよ、真央さん、ね。アニサキス対策でなめろうにしてました。盛り付けは葉っぱのような形にしてました。アニサキス対策でなめろう、あ、なるほどね。もうアニサキスがいても切り刻んで殺してしまえばいいっていう、そういう方ね、そっちね。恐ろしい考えやな、おい。うん、そう考えたら恐ろしいわ。お寿司でもサンマがある。そうそうそう、お寿司のサンマだから、そのし手入れし、し、なんていうの、し、手入れって言っちゃうね、なんていうの、あれは仕込みがうまい人だったら多分サンマの刺身は美味しく食えんね。下手くそなところは骨がなんかプチプチ口に当たって痛いんだよね。うん、その違いあると思うな、多分だけどね。金梅と結婚するんだから邪魔、あ、してへんね、まだ。するんだからってもう してるんじゃないんや。ちょっと分からへん。もう結婚してはるもんやと思ったけど、まあ何やったら結婚してはるってもう書いてはったからね、うん、もうされてるもんやと思ってました。うん、おはようございます。ちなみに結婚することとか何一つとして誰も邪魔してへんと思う。誰一人邪魔してないと思いますよ。誰も取り合ってませんから、金梅のことなんて。いや本当に誰も取り合ってへん、その死にかけのおっさん。誰が結婚するん？え、そんなもんまともに歩けもできへんような、もう死にますよ言われてるおっさんと結婚って。そんなだからもう絶対にだからこそ言われるんですよね。うん、だからな、保険金目的だとか言われるのはそういう理由よな。うん、これは事実、その過去に付き合いがあったからっていうことをみんな知らないから、やっぱそういうふうに言うんでしょうね。うん、だから水にゃんたちと似てるよね。肝心な部分を話さないからこういう風な話になってしまう。なら肝心な部分見せればいいのにって言うけど、見せへんねん。見せへんのに、その結婚するだとかどうのこうのいう部分だけ見せるから叩かれるという、すごいこう難しい部分ですよね。うん、金梅の余命宣告が8月だったから、だいぶの、え、そうなんや。ああ、そういうこと。8月で終わってたってやつね。うん、まあ金梅自身がね、もう自分で長くないと思うって言ってたからね、書いてるんやから、うん、まあ実際そういうもんやと思いますよ。その生きるということが一体どういうことなのかね、気を意識があって動けているのが生きるではなくて、何ができるかね、そういったところと考えると、もうもはや死んでも変わりがないと思ってるかもしれない、自分では。うん、でも心が弱っちゃったらもうアウトやからね。だから極力長く楽しんでほしいね。うん、あなたも早く結婚した方がいいですよ。余計なお世話。うん、誰しもが結婚したいと思ってるかどうかはわからないからね。やっぱ縁のもんだから、結婚っていうのは。素敵な人と出会えてね、結婚ができる、それは素晴らしく素敵なことだと思いますけど、そういう人と出会えなかった、それもまた一つの人生ですよ。無理に結婚するなんていう方が一番おかしなことになると思うね。やっぱ奇跡だからね、そんな大好きな人たちとこう出会えるなんて。あなた何もわからない魔王のことを必要に気にして気持ち悪いですね。いや、だから今さっきも言いましたけど、全く気にしてないですよ。うん、ま、気にして、全く気に、まあそんな気、まあでも面白いですけど、流れてきますから X 上で。うん、魔王さんのことが気になるっていう言い方、まあまあどうなんでしょうね。魔王さんのことが気になってるのかな。まあ確かに香ばしい感じはしますけど、うん、まあお仕事なんですよ、24号さん。ごめんなさい。うん、まあ魔王さんがどうかわからないけど、お仕事なんですみません。そういうふうなことをやって、
あの商売させていただいてるんで、だ真央さんも今ほら話題じゃないですか、嫌われ者として。だそういう嫌われ者をかいつまんでいじって遊んでるんですよ、そういう感じ。でももちろん真央さんの悪いところだけ言ってるわけじゃないからね。俺は常々中立、はい、中立で俯瞰的に見て、そして話してるんです、はい。だから全部真央さんのことさっき叩いてるって言ってましたけど、俺は叩かれる部分は分かるなと思う部分、あとはここは関係ないから言わない方がいいんじゃないのっていう部分きっちり分けてますから。例えば年齢のこととかね、いろいろなことがあったとしてもそこは関係ないだろうという話はしてますんで、だから一方的に叩いてるみたいなこう考え方言い方をされるとちょっとね腑に落ちないですけどね。もう少しちょっと確認していただきたい。夜勤だからもう少し仕事してくる。あ、ほんと。もうちょっとだね。お決まりやす、ナイス、ありがとう。みんな気にしてるのは金杯のことなんだけどね。ああ、まあまあそうね。一時はだから金杯のことを気にしてたけど、でもやっぱその魔王がちょっとほら、香ばしすぎて面白くなったじゃない。うん。そう。本当に何なのこの人。最低。まあ、まあ、でも配信者ってそんなもんですよ、24号さん。うん。逆に俺たち配信者のことをどんな人だと思ってるのか分かんないですけど、俺たちってそんなやつですよ。なんだと思ってるの逆に。あんたが好きだって言ってる金映え、もし魔王って言ったら、金映えなんかもっとクズやから。うん。なんか、ちょっと、勘違いしてるんじゃないですか、うん、僕たち配信者は最低でクズなんだよ。だからね、こんな40歳になってもこんなイケシャーシャーと生きてるわけだからね。集団で叩くとかスカン、あまあ別にそのほら集団でオラやったれみたいな感じではないからね。個人個人が思ってることを話してるだけだから。でもね、いろいろと本当香ばしい部分ありますよ。まとめていくと面白いかも、なぜ魔王が叩かれ出したのかっていうね、一冊の本が書けるかもしれない。それぐらい、もうなんか最近この2日間はまるまるね、ツイッターとかもほぼ見てないんですけど、ギュッとこう叩かれることが詰まってるというか、女、もうザ女みたいなね、もうザ女を出してきてる感じの、はい、典型的な嫌われる女のやつやってますね。はい、おはようございます。起きましたか。今日も新しい朝始まりました。はい、朝が一番大事やからね。朝が一番大事、皆さんいいですか。朝が一番大事です。で俺ね、みんなに伝えたいことがあります。ツイッターでも書いたんだけど、一番美味しい食べ方、俺昨日頭の中で脳裏がよかったの。松屋、あ、じゃあすき家の焼きサバと大根おろしポン酢と混ぜて、納豆と混ぜたらめっちゃうまいんちゃう思って、ピッと思ってやってみたの。めちゃくちゃうまかった。ウーバーイーツで頼むのよ、焼きサバと鬼おろしと、こう焼きサバの入れ物、焼きサバをこうガーッとほぐして、ギャーッとほぐして大根おろし入れてギャーッ混ぜて、で納豆を入れて混ぜんねん。それご飯にかけて食べんのよ。あれめちゃくちゃうまいよ。俺びっくりしちゃった、こんなにうまいと思って。うん、ちょっとね味はね薄めなんだけど、ちょっと気になる人は納豆のタレをね入れてもいいかもしんない。あれめちゃくちゃうまい。遺伝子組みたい大豆はやばい。あ、納豆食えへん人は無理やわ。納豆、あれに多分大葉なんて入れたらもっとうまいと思うね。大葉、次はちょっと大葉の千切りかなんかパッと入れてみたらさらにうまいかもね。納豆を混ぜまくって、混ぜれば混ぜるだけ。タレでポン酢でいくのはやっぱ大根おろしポン酢でいくところが味噌やねんな。ちょっとこうあっさり感、こうサバの油のコテコテと大根おろしを合わせることでこう ちょうどいい感じに、梅しそ入り納豆が好き。あ、そんなんあるっけ、梅しそ入り納豆なんて。納豆ってそう考えたら何でも合うよな。だって砂糖入りもあるわけやろ、梅しそ入りもあるやろ、いっぱいあるでな。美味しいんじゃない、すごいよねそう考えたら、ちょっと待って、今日一発目のアイテム誰くれた。ああこの方か、ラの方ね、ありがとう。本日一発目だ。アメリカでは牛の餌、それを食わされてる日本人怒れよ。
あー、なるほどね。まあその牛の餌だからダメだとかってほらおかしな話じゃん。例えば、まあ、遺伝子組み換え大豆がどれだけに体に人体に影響があるのか、まあ確かにこれね、遺伝子組み換えの商品が必ずしも人体に悪影響は出ないっていうのはまだ分からないんですよこれ、確かまだ分かってないんですよ。だからその添加物だとかどうのこうのっていう話よりもちょっとなんて言うんでしょうね、ちょっとまたもう一段階したというか、俺は正直コンビニとかに入ってる添加物、ああいうふうなものは俺は気にしすぎだと思ってる。うん、じゃあ毎日毎日コンビニのご飯食べるっていうのは問題かもしれへんで、でも添加物を気にするっていうのはちょっと気にしすぎ。でもちょっと遺伝子組み換え大豆のやつに関しては、遺伝子組み換え系のご飯食事に関してはまだちょっとその浅いんだよな、要はな。だからちょっとこう分からない、うん、まあ怖い人は食べない方がいいかもしれないね。まだほらここからまた50年100年と過ぎていって、それがどういう風になるかってことだからね、うん、はい、ゴーリさんありがとう。ただまあその遺伝子組み換え大豆だとか遺伝子組み換えの商品を食べたということで、今どれぐらいの人が出てるんだろう、問題が起きたって見てみよう。出てはいないんだよね多分ね、遺伝子組み換え商品食品、死人、死亡例ね、ほら死亡例は報告されてへんねん、これね、これ2001年4月1日以降安全審査を受けていない遺伝子組み換え食品やそれらを原材料として使用した商品輸入販売は法律で禁止されていますとね。ただこれ2001年からなんでね、まだ10 20年とかそんなもんだ。だからまあまだ分からへんねんな、これ長期間で見た時にね、どうなっていくのかっていうのがね。そうだから我々はモルモットかもしれません、分かりません、これはもう長い期間を経て分かっていくもんなんで。でも考えても見てよ、例えば遺伝子組み換えの商品を食べて自分が病気になって死にましたとしても、それは時代によって合わさってるもので、そんなねなんか悲しむものじゃないと思いますよ。だって今の時代はそれが安全だと思って食われてきたんだから、それが運命なんだよ。そう、別にね、そんな食べた瞬間にね5年10年で死ぬってわけじゃないねんから、気にしすぎ。どうせ死ぬよそんな神経質な人、長生きできへんよ、うん、だから気にしすぎだよ。イーロン・マスクの記事を見た、日本はマジで50年後消える、うん、なんか X で書かれてたね、ちょっと記事は読んでないけど、どういう理由で消えるって書いてあるんだろうな、直接死につながる。そうなんですよね、豆腐は組み換えじゃないのを探すのが難しい。え、ほんまにそうかな。遺伝子組み換え大豆を使用してますって使ってるやつの方が少なくない？もう今じゃ組み換えの方が多いんや。それはちょっと意外やわ。遺伝子組み換えのものは使ってませんっていうものが非常に多いと思ってた。気にしすぎたら何も食べられないから美味しくいただきます。そうそう、大体ね病気になるとするやんか、その病気になるものも、まあ、食べ物を、まあ、どうなんでしょうね、まあまあ本当に気にしてる人たちがどうなるかね確認したいよ、うん、そういう結果が出てもいいよね。食べ続けた人と食べない人とどれだけのね差があるのかっていうのが出ればいいね、うん、敗戦国だから日本は奴隷だよ。まあそうだけど、いつまでそんなこと言ってんねんっていう話よね、その話もね。いやもちろんね、それはまあその敗戦国ではありますよ。そんなこと一生言っててどうすんねんって話やんな、うん、もう十分に受けたでしょと、そういうふうな罪に関してはね、だからやっぱりそこはもうそんな奴隷だとかどうのこと言ってるわけじゃなくて、共にね成長できるような間柄でいかないといけませんよね、うん、やっぱ平和的にね。そう、時代なんだよ時代、そういう時代じゃないんだから、まあ、でも人間っていうのはそう考えると醜いね、本当に思うけれど醜いと思いますわ常々、うん、人間っていうのは欲がね自分たちの領土だけでは物足りずにね次から次へとしちゃうんだね、うん、ほんまに人間っていうのは本当そうだよな、うん、それぞれの正義があるけども、どちらも自分たちの欲深きね罪ですよね。罪以外ないよね本当に。裸も
てか、あの悪いものを食べなかったらさ、体がすごいさ楽だわ。もう最近さ、お腹いっぱいの時間が多すぎてさ、まともに寝ることもできなかったよ。息をするとピーッつってずっと豚バラみたいな音が流れてたけどね。生かさぬように殺さぬようにの奴隷。なるほどね。奴隷感感じてる？どう？そんな感じ取るかい？みんな苦しみを感じてるの？海外と日本のがん発生率に違いがあります。海外とって幅広いな。だ日本は非常にがん発生率が高いんや。なるほどね。いやだからこの辺もでも問題があって、そのまあやっぱり人間ってさ、そもそもさ体が違うわけじゃない。例えば日本人は牛乳が飲めても外国人が牛乳を飲めないような、そういう風なものがあるようにね、そもそも内臓から全体的にこう違いがあるわけだから、その日本人特有のものかもしれない。そもそもだってほらがんっていうのは遺伝性があるって言われてるからね。そうだから、そのがん発生率はじゃあ食べ物なのかどうなのかっていう話じゃん。だって遺伝って言われてるんでしょ。遺伝がメインなんだから、そもそも食べ物のその食べ物で何かがなってるというのは問題その少ないわけじゃない。だからそういうことなんじゃないの。単純に遺伝とストレスを感じてる。まあなあ、だって日本人ってほら働いてる時間も長いわけやから、それだけストレスを多く受けてるんやな、みんな。なだそういうことかもしれへんな。日本人は検査する機会が多いからがん診断が増えてるだけの話でさ。あなるほど、そういうふうな考え方もあるのか。それだけだからもう病院とかに通いやすいっちゅうことやな。水道水のサーファスが毒もうなんか何もできないんやけど。先生からはがんになった、先生は原因ははっきりわからないと言われました。気にしません。まあ、そうよね、ありがとう。はっきりわからへんし、はっきりわからなくていいんですよそんなこと。まあでもただまあ分からなくていいってことはないか。自分にとっては分かりたくないよね。まあでも他の人たちのことを考えたらはっきりしたいよね。でも分からないんですよ。そう、まあ、複雑なものだからね。そう、そう言い出したらキリがないんですよ。がん大丈夫だった？ほんでね、がんになったよって、結構軽くさらっと書いてるけれど大丈夫だったのかな。ちょっと心配だけどね。がんもな、なる場所によってはね、ものすごく痛いとか苦しいって言うからね。イルミアイテムね、助かります。イルミアイテム、あれあのスロットのやつは持ってないの？みんなあれ当ててほしいんだよね。777 7777円もらえるらしい。ポーンっていってほしいわ。そう、これで大当たりを目指してほしい。これほんま500円ぐらいになるからね、当たればね。まあ大丈夫であればよかったけれどね。そっか、まあさまざまな考え方があるんで否定はしませんけれどね。まあ、ただほら、あのなんか人がご飯食べるじゃないですか。食べてる最中にうわそれも添加物やばいわとか、遺伝子組み換え入ってるわとかさもうそのなんかそれをこう悪しきやつかのようにね言ってくる人ってたまにいるじゃないですか。ええー、ねんこっちは分かって食ってんねんからっていうねとこなんですけど。膵臓が痛い。膵臓って痛いの？これ膵臓って読まないの？これ腎臓なんか。いや膵臓だね。一つ肺を取った？すごいなそれ。ほよくんがもぐりバトルの時 TJ さんも経営大変だからって言ったらしい。ほよくんごときに。どういうことどういうこと？普通に営業とか経営していくのは大変だからっていうことじゃないのなあ。ほよくんごときにって真っ当な話じゃないの？わかんないけど。でも治療でハゲたから、ハゲって寒いやと知れたから優しくなりました、ハゲの人に。ああなるほどね。
そういうことか。うん、まあ良かった点もあったってことだね。じゃあね、うん、今はもうロングに戻りました。元ハゲですね。すごいよね。なんで抗がん剤って髪の毛が抜けるんやろな。どういう理屈なんだろうね。まあ、女の人だったらねちょっと辛いよね。膵臓がんで背中の痛みが強烈で見つかった頃には余命1ヶ月とかです。あ、そうな。痛くて死ぬのは嫌だよな。痛くて死ぬのは嫌すぎる。あ、放射能でね、うん、消費者がダメなものは声出さないとですよ。まあまあまあ、そう言ってることはわかるんやけど、だからそのまあ健太さんが言ってる情報よりも、まあ、国の情報を信じた方が手っ取り早いかなと俺は思うんですよ、うん、その誰が、まあ、要はそのね、絶対的にダメなものを販売してるのかどうなの か, だから結果まだわからないということですから、一応まあ安全性は確認はできてるんでしょうよ、とりあえずはね、うん、だからそこだから今いいんじゃないの、大丈夫なんじゃないの。わーちょ、消費者がダメなものはダメ、国は信用できない、国会議員は在日帰化人だらけ。もうあんたらさお前よく日本に住んでる、 どういうこと。じゃあ何を信じて生きてるの、何を信じて生きてるかがもう分からない、分からへんねんけど、そのもうすごいじゃん。もう国も信用できないね、食べ物も信用できない、どうやって生きてんの、自給自足してるん、どういう言い方をしてるんや。だって国が信用できなかったらその辺にあるあのやってる無添加の食品を使ってますなんて信用できる、それも信用できへんじゃん。何もかも信用できへんくなるで。何を信用してんねんあんたらは。ギレば大丈夫なんじゃない。分からへんな、何がどうか分からへんな。変な客来てましたか。あ、大丈夫やったんじゃない、うん、ただ出禁にしただけでしょ、うん、親中議員が多いだけ。みんななんかそういうもだから陰謀論的な感じになっちゃってるよねもうね、うん、で陰謀論的ってのはその親中議員が多いとかその辺は分からへんけど、まあ、なんか今も国のことが信用できないみたいになってきたらね、うん、いやその全てを全て信用しろとか言ってるわけじゃないねんけど、仮に信用しなかった時にまあその自分たちでできることって何なのかって話なんですよ。食べ物とかまで気にしだしたらどうしようもできへん気がするな。そのまあ例えば貯金の仕方だったりとかね、投資の仕方だったりだとか、そういうふうなものに関して疑ってみてもいいとは思うんやけど、最近でもそうやけど、ほらずっと投資を押してたじゃないですか。果たしてこの投資は大丈夫なのかみたいなね。優作さんかわいそうだと。ああそういうことね。配信見てます。ドリンク飲ませてあげてくれたら喜ぶから、飲ませてあげてくれたらええで、46号さんね、かわいそうとかじゃなくて、やっぱかわいそうと思ったらドリンク飲ませてあげるのが一番だね、うん、これも本当そうなんです。やっぱ頑張って働いてドリンクがいくらもらえるかっていう世界線だからね。だからかわいそうだと思ったらたくさん飲ませてあげてください。はい、同情するなら金をくれとね、これはもうまさに本当昔からそうですけど、お仕事なんでね、皆さんね結構ね言ってあげる人多いんですけどね、うん、飛んでた。ああよかったよかった。46号さんちなみに投げてくれたんですか。46号さんちなみにですけど、そこだけちょっと教えていただきたい、うん、投げた。え、そうなの、何投げたの。花火、大花火、どういうの投げたの。メガホン、イルミネーション花火、
え、いいじゃない、イルミネーション花火ね、優しい、やっぱそういう人よ、そこが大切ね、素晴らしい、口だけじゃないっていうね。だって1000円するでしょって、2発もほんまに言ってるの、あんたそれ、イルミネーション花火2発、奇跡だね。うん、確かに結構今日ドリンクもらってたみたいだけど、でも残りまだあの3倍足りてないって書いとったからね、またやってたら3倍上げてね、うん、目標達成してやってほしい、俺はね、皆様ぜひよろしくお願いいたしますね。やっぱり働いてる人間、真っ当に働いてる人間がやっぱりね、あ、目標達成してた、おー素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、目標達成素晴らしい、まずそこだね、目標達成することが一番だからね。目標超えてた、ほんまに、さっき見た時俺が配信始める前は3倍足りてなかったよ、目標20杯だったよね、超えてました、超えてたらよかったね、やっぱ40杯ぐらい、本当はね、やっぱ30杯40杯もらわないとね、正直俺は割り合わないかなと思ってますね。一回仕事出て30杯40杯飲ませてもらえなかったらもう俺拗ねて帰っちゃうかもしんない。だって仕事はさ、お金を稼ぐために行くからね、お金稼げなかったらムカつくよ、俺も思う、そうやって。だから毎日30杯40杯ぐらいね飲ませてもらえたらいいのになと思うけど。37、ああ、37が、あの色がさ合わないだからね、37プラス色もあって初めて多分7777円、なかなか出えへんねんな、あれな、なかなか出えへん。そうなんだよ、これ16本、うん、46号さん本当に投げたかな、花火2発本当に疑いにかかってますで俺今思ったわ、朝の4時半ぐらいから放送すると陰謀論的な話が広がっていくんだなって、ね、危険だね皆さん、そんなことばっかり考えとるのか、よいしょ、不思議です、そんなことを考えて生きてる人たちが不思議だね、しんどくないのかな、本当に将来教えてほしい、その人たちがほんまにね病気にならなかったのかどうなのか、うん、めちゃくちゃいろんなものを気にしてる人たちがね健康でいるだろうかどうか、そこまであの記してほしいね、自分が死ぬ間際にどうなったか、うん、自分の体を実験台として使っていただきたい。でも全部見てるんだろうね、外食してもね、これは遺伝子組み換えのものを使う、ちょ待って、俺めちゃくちゃ手相がくっきり出てる、これ何なのやろ、すごい手相がくっきり出てるわ、こんなんあるの、これ何、俺メガネしてる人って見えるだけかな、めちゃくちゃはっきり見えるよ手相が、指紋がすごいねこれ、え、人はなぜ少ししたことで怒るんでしょうね、あー、まあ、心のゆとりがないんじゃない、うん、まあ、一番そこでしょやっぱり、ワクチンの副反応で死ぬ確率が上がるのだけは信じております。まあそれはほら、あの実際さ、ワクチンを打つときに何かが起こってもあのできませんということで、あのそもそもそういう何かしらの確率で死んでしまうものは出てるわけでしょうからな、うん、だからワクチンを打って死んでる人がゼロじゃないんだよ。でもワクチンを打たない人よりも打った方が確率は低いからっていう意味でしょう、うん、
まあ最初に書いてあるからそれは事実なんじゃない。血栓ができてとかね、それが長期間にわたってワクチンを打った人が1年後急に死にましたみたいな話って、それはちょっとどうなんかなと思うけどね、まあ、わかんないけどそんなことはないやろうとは思う。ワクチンを打ってすぐに体調が悪くなって死んだ人ってはいると思うけどね、少し言われて怒ってたからなんでだろうね。知らん。変な人なんじゃない、アメリカは日本人を使ってワクチンの結果を見ています。なるほどね。もっと他に歩くない国。で、日本人じゃなくても。もっとあると思うけどね。アメリカでは承認されていない。はいはいはい。なるほどね。確かにね、アメリカでは使われていないものが日本では使われていると。なるほどですね。まあその辺もいろんなことが考えられるよね、と思います。なと思いますって、そのと思いますの付け足しはなんだそれは。それは食べ物もだからね、自分の考えで承認されて、承認されていないから日本人が使われてるということね、あれ以来なぜか周りで体調不良続いてる人が多い。なるほどな。いやだから実際ワクチンを打ったことによって体に何かしらの異常をきたす人っていうのは絶対いるんですよ。それは絶対いてしまうな、それはもう間違いないと思う。それはだから治験結果でも何でもそうだけども、その少数の人間はやっぱり体調不良だとか死んだ人も出てるだろうしね、絶対あるんですそれは。でもそれをさっきも言ったけど、その割合がね、比べた時にワクチン打った方がいいっていうのは出てるわけだから、だからさっきから言ったけど、ワクチン打たない方がいいって思ってる人たちもいいんだけど、でも自由だからね、何も言われへんねんけど、俺は毎回言ってんねんな、そのワクチンを打たなかった人たちの行動ね、打たない人が、まあ前回のコロナの時でもそうだけども、まあ外を出歩くというのは無責任だよねという話で落ち着きましたよね、打つ打たないは自由だよ。でも打たないってことは重症化になる可能性が上がってるわけだから、外に出てまあどうするんだって話だね。最近の悩みは夜が眠れなくなりました。除草剤グリサポート海外で販売禁止、発現性ある危険物、国内では売られている事実。確かにそんなもあるだろうね。まあでも逆に海外で売られて日本で売られてないものもあるやろしな、そもそもアメリカとかでもそうやけどさ、食べ物の色見てわかるけどさ、絶対にアメリカの方が体に悪いだろうみたいな食べ物いっぱいお菓子でも売ってるでしょ。そうでしょ、絶対ある。逆にもあるんやそれは。まあ、まず夜寝られなくなった人ね、寝られなくなった人はちゃんと朝日を浴びてください。朝日をね、朝日を浴びることが大事です。俺みたいに昨日なんて朝配信やって、夕方ぐらいまでパチンコ打ってで帰ってきただけでぐっすり寝れるおっさんもおります。これ朝日当たったおかげですよ。運動全くしてません。運動ゼロ、ねえ、だから運動もあんま関係ないんや。だストレスをね感じてる人たちも、あなたたちはストレス感じてる人多いだろうね朝から。昨日スロットだけどね、ストレス感じてんだろうねみんなね。ストレス感じるのやめたら、イライラすることは全部やめる、嫌なことはやらない、それがいいと思うよ。
アメリカにデータ募集されるの使ってほしい、世のため、世界のために。うん、731部隊の貴重なデータ、なんだそれ、もう何の話をしてるんだ。指の運動もしたね。でも昨日はやっぱりちょっと風邪っぽかったから、それがあってぐっすり寝れたんかもしんない。体がこう戦ってて、病気と、うん、疲れがね、ピッとこう、それで疲れてたんかもしんないな。うん、指の運動そうだよ。いや、イライラしたくないでしょ。ほとんどイライラすることってないねんけどね、最近は。あんまりね、調べすぎると、だからその陰謀論ってただただ言ってるだけじゃなくて、やっぱり何かこう怪しいなと思う部分もあるんですよ。そう、だからどっちとも言えることが多いよね。そう、だからそれだからどっちとも言えるんだったらやらないでおこう、選んでいくと自然とできることがめちゃくちゃ狭まっていって、逆にそれがストレスで死んでしまうみたいなね。いや、俺はね、風邪はね、引きにくいんですよ。引いた時がやばいね。でもだって俺、風邪引いてめちゃくちゃ咳してるなんて、皆さん頭に記憶あります？ほとんどない人も絶対、マジでほぼないでしょ。俺こんだけ配信やっててもそんなになんか風邪っぽいなみたいな咳ごほごほしてたとかほとんどないと思うよ。ほぼないからね。頑張って寝ます。あ、頑張らなくちゃならへんやな。まあ仕事してる人たちはね、寝ないとしんどいかもしれんからね。まあ生放送見てる時間がダメよ、スマホ見てんのは。目ん玉冴えてくるからね。閉じて寝てください。ストレスってほぼ人間関係、まあ人間関係が大半よね。そりゃそうやと思うわ。人間関係以外でストレス感じてる人は結構やばいからマジな話結構やばいよね。その直接的な苛立ちじゃない、苛立ちを感じる人はまあまあやばいと思う。で、自分が直接誰かに何か言われた、何かされた以外のことでガチで怒ってる人たちね。まあ、それは自分の大切な人たちが何か言われた、されたみたいなものも含みます。自分にされたとしてね。人間関係と金、お金、そうやな。でも確かにお金でイライラしてた時、あのお金でイライラしてたというか、やっぱり世の中の不公平さを感じてたよね。世の中って不公平だなと常々感じてましたね。で、やっぱある程度今ぐらいの生活になってくるとそうは思わなくなるわけやから、あの時の昔俺がその貧乏やってた時の自分の考えが正しいのか、今の俺の考えが正しいのかどうかは分からないけど、一つだけ分かってることがあって、そのお金がない状態をずっとぶつくさ文句言ってるだけだと、まあその人生は変わらないということだね。俺は唯一やっぱりその自分の置かれた状況、立たされた状況が明らかに理不尽でおかしい、で俺はもっと何かできるはずだ、もっと良くなるはずだと信じ続けてやってきた結果今があるから、まあ、やっぱりこう考え方よね。もっとできる、いろんなことできるんだという考えがなくなっちゃうとあかんかもね。どうせ俺なんて、自分なんてダメだダメだダメだみたいなね、こういう流れが自分の中でできてしまうと、まあやっぱあのまま変わらんかったやろな。なるほど。あの忍法さんは毎日ねバトルをやりまくって、一バトルで数百円でも稼ぐんですよ。それをね、数百円を10回20回やることで数千円にして、生計を成り立たせてるらしいよ。お金がないと心に余裕がさらになくなるから。まあそうやね、お金がないとゆとりが持てないっていうのはあるわな。まあでもどれだけのお金がないかにもよるけどな。だからお金がない人が
やれる娯楽が、まあ、このネット配信を見るとかさ、そういうものやんか。でもネット配信ってさ、パッて見た時にさ、自分たちと何ら変わらないような人間、もしくは自分たちよりももっとこう堕落したような人間が、自分よりもすごく幸せそうな裕福な暮らしをするのを見てしまうわけじゃない。いやだとするとすごくこうそれがストレスに感じてしまうんじゃないかなと思っちゃうな。だから俺はこんなこと言うのなんやけども、見ないのがいいの。俺の時代はほらなかったからさ、自分が20代前半の時にこんな生放送を見るっていうその状況が俺にはなかったから、見えひんかったんやけど、どうなんかなって。俺はパッて生放送を見た時に可能性を感じたんやけどね、初めて見た瞬間これやという、うん、おはよう。もしストレスを抱えたらどう発散していますか？俺は必ず1日1回プラスで終わることにしてる、うん、これが途切れるとやばいと思うよ。毎日プラスにしてる俺必ず、どんだけパチンコで負けようが、配信でアイテムもらえなかろうが、何であろうが、どうであろうが、自分をプラスにする。例えば今日は全然何もええことなかった、ほんまに金失うだけやった、時間失うだけやった、最悪やわってなった時に自分の一番好きなものを食べるとかね、そういうなんか一つを切り捨てますね。まあお金はもうないんやったらお金捨ててもいいから、なんか美味しいもん食おうとか、うん、もう一つだけ必ず最高のプラスを手に入れて自分の心の中で相殺させてます。それが一番やでな、うん、だそのやり方が下手くそな人が多いんじゃない。だ逆に言えばお金をがマイナスやから、お金使いたくないなと思ったら、じゃあ晩ご飯抜いてちょっとダイエットしようみたいな、健康一日健康になったわみたいな感じでそれで喜ぶとかね。だかプラス思考ですよ、要するに何でもプラス思考。だから俺はプラス思考に向ける方向っていうか、それがうまいんでしょうね、うん、だほとんどのことがプラスに動くね、うん、大歴もババアでしょこれ。また56歳、いやだな、若い子が来てよこれ、お願いしますよ。20代の女の子、56歳、これ40、50代でしょこれ、ねえ、やめてよ、やめてくださいね、糧にしないでほしい。43です。まあ、43って全然年齢的にはいけるけど、43歳から抱いてって言われて喜ぶ40歳も別にあんまおらへんからね、やめてください。淑女でいてほしい、うん、はしたないよおばちゃん、ね、そう、うん、ナイス切り替えです。そうだよ、ナイス、よろしくね、うん、貧乏ダイエット悲しくないやん、全然悲しくないよ、うん、一日パチンコ負けて、うわ今日一個もお金入ってくる、もうマイナスばっかりやと思ったら、そういう方向性に、まあ痩せれたしええかみたいな、そういう方向性に切り替えていくかな、うん、同い年40歳ね、うん、40歳の女性が下がってるのを見ると怖くなるよ。まあ、男も女も一緒だけどね、うん、男の女も一緒だけど、はい、おはよう。昨日の LINE から消えた人、貴族の枠で見ました。カンナとか言う人ね、うん、ああいう香ばしい系の人はやっぱああいう風にいじり倒した方がいいよ、うん、ネタにしちゃってね、どうせ消えていくから。消えていく系の人はやっぱりね、うん、皆さんね、今日も皆さん早いよね、あなたも朝ね、なんでこんな早いの、いつもお仕事されてるってこと、なんでいつもこんな早いんやろ。5時34分、昨日もだいたいこれぐらい来てるよね、うん、怖い。で怖くない、その40歳ぐらいの女の人が、いやおっさんがね、まあおっさんって気色悪いから常々なんか女の子をね下ネタ言ってどうのこうのって分かるけど、女の人がさグイ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 抱いてとか言ってたらちょっとさ、なんかもう
怖いやん。何してんのかなこの人って思うよね。どんだけ相手にされてないんだよと思っちゃうよ。5時起きです。朝はゆっくりと支度してのんびりしてから仕事に行きたいタイプです。あーなる。ちなみに何時に出るの皆さんは、私は6時から仕事です。仕事しながら聞いてました。ありがとうございます。6時から早い仕事やね。6時から仕事って6時から6時に職場に着いてるってこと、それとも6時に家出るってこと。これまた難しい問題やねんな。ね、7時から仕事が開始ですって言った時に家から職場まで1時間かかります。この1時間も仕事だよって考えちゃうかね。どうなんだろうね。どういう人ですか皆さんは、うん、移動時間も仕事として含みますか。アイパンちゃんおはよう。私の下着あげるから交換しましょう。一番いらんな、うん、一番いらん。8時過ぎです。バカじゃん。で8時過ぎに仕事なのに起きるの5時。いやそれはちょっとね、まあ俺がその一応ね、これ人それぞれやり方があるんであんま文句は言えませんけど、でも言いたいことがある。3時間前に起きるって仕事ちょっと疲れてない、もう仕事始める時に疲れてない、そもそも、うん、そこが俺ちょっと心配だね、うん、7時50分に出ます。いや早いね。まあでもまあまあまあ分かる。7時50分に家出るだとしたら起きるの6時半ぐらいで、だって6時半に起きたとしてもシャワー浴びて髪の毛乾かしてご飯食べて出れるよね。あもうゆっくり使ってね、ゆっくりお風呂に使ってゆっくりお茶も飲んでから、はあ優雅な。でもそういう人もまあいてもいい。いやそのもう行く前に仕事疲れてなければいいんですけどね。3時間前から起きてますって言ったら、いやそれも疲れて仕事来る時には疲れてんちゃうみたいなね。はい、個々の考え方ってその人の性格だと思うけど、性格は変えられないから難しい。うーんね、なかなかね性格でもね、性格はね俺変わらないって言うでしょ。俺そんなことないと思ってんねん。そんなことはなくて、実は性格っていうのはその自分がどれだけの情報があるかによって性格が変わるんですよ。わかります。例えばいろんな知識、まあ、知識量によって性格が変わると俺は思ってるね、うん、だってその今まで自分がやってたことがとある知識がないことがために恥ずかしいことをやってたと気づいた時にそれをやめるわけじゃないですかね。だからその なんつうんでしょうね、性格が、まあでもこれ行動なのかな、人から見た時にその性格というものは、まあ、行動に現れるわけじゃない。行動が変わる、すなわち性格が変わると言っても過言じゃないと思うんだよな。だからやっぱりその知識量によって性格が変わると俺は認識しちゃってて、だから性格が変わらない変わらないっていうものも、例えば性格を変えた方がいいって言うんだったら、じゃあ変えた方が、変えようかと思って人間は変えられるんじゃないかっていうね、俺はそう思ってんだよな、うん、なんかやっぱり性格は絶対変わらないものって言ってしまうと人間ってもうクズだったら一生クズじゃないですか、うん、でもそれは知識を得ることによって、あこういうことをしない方が自分が得なんだってなったら自然とこう変わるというか、うん、それが美味しいという考え方が変わった時点で性格の切り替わりをしてるんじゃないかなって俺思っちゃうんだけどね。実際どうでしょう皆さん。これはいやそれは違うよ、もともとそれはあの合理的な考え方を持った性格なんだよっていう人がいるかもしれないけどね、うん、どうでしょうね。それは性格が変わったと捉えるのか、性格は一緒だけど考え方が変わっただけなのか、まあ、言い方ですよねこれはね、うん、はいはい。お弁当を作るから4時半起きです。なるほどね。お弁当を作る前にナイスだけ押してくださいよ62号さんね。コメント打つ前にいいですか。家から10分のところなので40分に出ます。うん、あ10分前に出るってこと。え10分、はいはい、あ10分前に一応到着するようにはするってことね。私もこれからお弁当作って家事やってから仕事行きますね。おはようございます。うん、交通費が出るから仕事だと、あ移動がね、うんうんうん、始まる時に、ね、子供のお弁当を作る、お弁当を作る、
仕事行く前にジョギングして風呂入ってから行きます。あ、爽やかだね。だから朝からパキパキと喋りまくってる人ってこういう69号さんみたいな人なんだろうな。お弁当作りで毎日5時起きです。なるほど。だからこれすごいのがさ、俺が例えば自分が主婦だったとしたらさ、もう前の日に作っちゃうよね。絶対朝作んのはきつい。でどうせ弁当冷やすからね。俺は絶対前日に作っちゃうな。腐るんやろか、前日で作るっつうのは。ねえ、ギリギリまで寝たいじゃない。きついな。朝ごはん作るために弁当を作って、ほんで自分も仕事行ったりする人いるんやろ。すごいよな。通勤中に倒れた人に労災適用の判決が降りたことがあるから、通勤も仕事じゃないからと。おー、なるほど。でもそれが時給として含まれてはないよね。不思議な話だな。気候のいい時はお散歩行ってから出勤してます。あー、みんなそういう感じだ。最近は行く前にジム行ったりランニングする人も多い。うまかやん。いや、なんかその要はやっぱりこう腐る可能性があるからその日に作ってんのかなっていう考え方やった。でもそやだから、あれが冷ます時間がなかったらもっとギリギリでええわけやからな。そう、夏場はやっぱりきついかな。冷蔵庫に入れたから、そうやね、結局な、ご飯とか詰めた時にこう冷やしとかなあかんから、そのせいで早く起きなあかんやろな。朝ごはんお弁当作るのなんかさ、すぐやんか、レンジンチン言うてやったらええしな。いや、すごい手込めて作ってはる人もいる。俺もだからお弁当のやつやった時思ったけど、みんな手間暇かけて作ってはったもん。いや、ほんまにすごいで、こんな努力して作ってる人おるんやなと思って、ちょっと驚いたよね。憧れてたお弁当がどんどん出てたよ。今の時期なら前の日に作るのありと。今の時期なら前の晩ね。そう、でも夏場はダメか。いや、キャラ弁のうまい人もおったしな。毎日だ、もうキャラ弁とか作ってる人たちはもうキャラ弁に命を注げる人なんだろうね。苦痛じゃないね、もう作ってて楽しくて楽しくて仕方がないっていうね。しかもあれ朝から作ってんやろうからな、すごいよね。その代わり夜は早い。ご飯食べてちょっと飲んだら寝ちゃいます。あ、なるほどね。まあそうよね。やっぱりこう夜が短い。まだこれね、夜はね短くていいんですよ。あんまりね夜をね長く遅くまで遊んでしまうと、やっぱまたこれがねちょっとこう良くない方向に行くからね。早寝早起きが一番ええな。なかったらもうお酒飲むってな、分かってんね、頭の中で。お酒飲むことって楽しいけど、まあ結果何も残らないっていう、体が悪いだけ、体に悪いだけというね。たまに行くからええねんけど、毎日飲んでしまったらあかんよな。早起きは配信の得、まあ得なんかな。まあ俺はだから朝一がすごく大切やと思ってるんで、朝の枠やってんねんけど、女子が多い職場だとお弁当マウント取ってくる人がいるから手を抜けません。そうな、お弁当マウント取ってくるやつがいるの。どういうこと。なんかお弁当マウント例えば何なん。例えばそのなんかパンとか買っていったら、何々さん自分で作ったりしやらへんのみたいな、そういう感覚ってこと。同じ弁当同士やったらさ、マウントってどんなマウント取ってくるんやろ。怖いね、ちょっとそれ。もうそんなもんじゃないの、どこの家だって。俺の家はもう毎回そんなイメージ。俺は卵焼きが好きだったんで、とにかく卵焼きが入ってりゃいいやっていう感じだったけど。詮索あるある。でも詮索して、マウント取ってくるって、どういうマウント取るのよ。その言い方が気になるよ、そのマウントの取り方の。で例えば何を言う、見てこれ何々のお弁当、そういうことね。バランスよく食べないと美容には。うぜえ、うざすぎる。
うざすぎるやろそれ言ってくるやつ。最強にうざいな。めっちゃうざいやん。揚げ物ばっかりやんかとか。キモいなそれ。うわ、うざすぎるね。何時に起きて、いやこれ別に決まってない、目覚ましもかけてへんしな。うん、あいみちゃんおはようね。ちゃんとアットマークの後消してね。めっちゃうざいやつ。そうな、うざすぎるなそれな。うん、その生姜焼き塩のタレかけただけとか。じゃあその人の生姜焼きってどんな生姜焼きやってきてんの。それはなんかマウントな。いやなんか その62号さんの言ってるやつはちょっとマウントなのかどうかわからんくない。いやめちゃくちゃ美味しそうに見えるけど、それって市販のやつかけただけなのって聞いてる可能性あるから。うん、ちょっと62号さんのやつに関してはそれは嫌味っぽく聞こえるかどうかって、ちょっとマウントには聞こえない感じがするな。これ考え方かもしれんけど、ポジティブに考えるとめちゃくちゃ美味しそうに見えるけど何使ってんのっていう、そういう見方に見えるね。はいはい、卵焼きは俺も絶対甘いやつダメだからね。うん、卵焼きはうちはもうあのもうあれだけでいいんですよ。めんつゆだけピッて入れといてくれたら。うん、今から洗濯するの今から、あゆみちゃん下着を。ほんとあゆみちゃんこれね、何年も前から顔変わってないからねこの人。うん、あのうっすら見える谷間がねセクシーでしょ。学生時代弁当隠して食べる人もいたよね。はい、ロットさんおはよう。弁当隠して食べてる人もいたよね。いや俺だからそういうのはなんかいまいちわからへんねんな。弁当隠して食べてるやつ おらへんかったな俺の時は。うん、でもいたんやろな。あんま見かけ、あ、てか俺ら給食やったよ、ごめん。そや、俺らは給食やったからや、だから俺気づいてへんねん。うん、せやせや。うん、茶色いねはほんとうるせえと思う。茶色は正義なんだ。はあはあはあ、なるほどね。そんな茶色いねなんか言ってくるやついるんや実際な。そんなこと言ってくる人いるんやね。性格悪いなそいつ。でもな、そういうこと言ってくるやつってあのマジであの悪いこと言ってるっていう認識なやつが大半やからね。だから単純に茶色いやつが多いなと思ったから茶色いねって言ってるだけのやつがめちゃくちゃ多いと思う。だからそういうことをね、あのこれが悪いことなんだっていう言葉だと理解してる人間が負担になってるだけやねん。言ってるやつは本当悪気もなんもないよな。立ち悪いよああいうやつは。うん、学生時代、仲のいいやつと弁当交換をしていました。俺絶対無理です俺。はい、ひーちゃんおはよう。中学生の頃はいつも卵焼きと焼き鮭とウインナーでした。あ、十分やんな。逆にそれ以外にあの何を用意するって、もう鉄板のものやんかな。卵、魚、ウインナーって。俺卵とウインナーだけの時もあると思うよ。うん、全然構わないそんなの。それだけでええぐらいやった。むしろそれ以外いらんって言った。俺だからご飯にタッパーに白ご飯と上のやつ全部卵みたいな、それぐらい。そんなんお願いしてたぐらいよ。もう変なもんいらんかったら、あとはもうカップラーメンとか食べるからさ。うん、自家製で作ってておすそ分け、漬物のお菓子、ま、は？漬物お菓子？なあそれ、漬物お菓子って。ああ、え？漬物とかお菓子をくれるってこと？まあ、漬物はあんま大して味変わらへんやろから、まあええけど。お菓子、まあでもお菓子もまずいやつ、わざわざ人にあげる人、ま、てかお菓子って、まずく作るのむずいからね。まあ皆さんもご存知だと思いますけど。そもそも、お菓子って、分量を間違えると、まあ作れないものが多いじゃないですか。焦げてしまったりだとかね。だから、あの、分量通りに作るっていうのは、あれだからな。まずいお菓子、俺もらったことないな。うん、見てくれは異常なものはもらったことけど、まずいものはもらったことないな。今まで手作りの、まあ、バレンタインとかね、手作りのやつとか結構もらったことあるけどさ。うん、あ、今俺マウント。うん、わかる？今の俺マウントだから。ね。あの、バレンタインの時に手作りのものもらったことあるマウント。
うん、まあ、もうちょっとだよ君たちね、終わってますか男性陣、もらえない君たち、今年も来年もまたやってくるよ、来年始まったらすぐにやってくる、これ戦いが、俺たちの我々の戦いがね、そうバレンタインの時に何をもらえるかっていうバレンタインバトルが始まるよ。クリスマスは関係ないよ、クリスマスは関係ありません、それは別、クリスマスはあれはなんかカップルのもんやからね、うん、でもバレンタインはちゃうで、バレンタインはカップルやなくても始まってるからこれ、うん、よし、で、うん、あと一口ちょうだい女もうざいのよ、あげたらええやん一口ぐらい、あげや一口、ええやん、自分ももらったらええやん一口、うん、お菓子は美味しく、うん、お裾分けしんどい、これあげるからそれちょうだいは無理、あー、まあ、確かにな、これあげるからそれちょこれあげるからそれちょうだい系ってなんかあれよな、あの厚かましいよな、これあげるしなんかと交換してくれへんとかだけど、これあげるからこれちょうだいってさすごい嫌かもしれん、それは。チェプさんおはよう、うん、あくみさんおはよう、うん、幼稚園の頃はひな祭りの時におにぎりをおひな様にしてくれてて、ああね、なんかあの三角のやつでね、うん、手作りが嫌、うんうん、ちょなんかどこまでコメント言うのか分かんなくなった、うん、自分で送るし、うん、そうそうそう、他人の握ったおにぎり、ああ、くわ、いや、まあそのあのなんかさ、あれあるやん、あそこのなんか SNS 上で流れてるさ、おにぎり太郎みたいなやつがなんか熱っとかって握ってるやつ、絶対食いたくないなもうこんなこと言うのあれやけど、絶対食いたくないな、別にあいつの握ったやつ、うまそうかあれ、うん、いやいや、やれよそのビニール手袋、絶対ビニール手袋いるでしょあれ、いややわな、手塩みたいなんついてんの、さすがに無理やな、もうなんかもう目の前で手で握って、いや別に潔癖しようとか言うわけちゃうで、なんかもう別に嫌、うん、食いたいな、人による、可愛い女の子が握ってたらええけどな、うん、な別にだから男がゴリゴリのね、ゴリラみたいな男が握ってるやつ食いたらええでな、旦那以外にもバレンタインチョコ病院の先生にあげていいのかな、いろいろお世話になったから気持ちやからね、ひーちゃん、うん、まあでも、まあでもどうなんだよバレンタインチョコね、まあでも感謝の気持ちやからいいんちゃう、うん、分からんけど、うん、友チョコとかもあるからね、うん、そういう時はなんかチョコレートを渡すんじゃなくて全然違うものを送ったりする時もあるよね、うん、一口ちょうだいは喜んであげる、食べ物に執着ないから、デブ批判きた、唐突なデブ批判来てやよこれ、雪見大福一つ丸々分けてくれる女子は脈ありです、え、それは何なん、雪見大福ちょうだいって言うってこと、その時点でもうあの可能性はないよね、え、この人2個しかないもの1個ちょうだいとか言ってくる、気持ち悪いんやけどって思われておしまいでしょ、うん、バレンタインバトル、そう、石破さんならね、寿司屋は寿司屋も手袋してへん、まあ、だから食えんねんで全然、でもなんか目の前でグワグワってやられたらなんか嫌やな、うん、長い滞在時間があれだから分かる、おにぎりって熱いやんか、熱いもの熱々ってやってる時点で手に汗は絶対出てるわけですよ、 100% 出てんぞ、熱いものをやってんだから、そうでしょ、熱々熱々だもん、手の汗がビチャビチャビチャってそんな熱々やったら出るに決まってんだから、手を守るためにね、手の手汗すごいあれは、うん、そらそうやんか、あ、暑くなかったらね、うん、その寿司屋ぐらいのあの暑さやったら汗もちょっと少ないかもしれないけど、あんな暑さ暑くやったら手も汗だくやで、そう、ピノクレよりマシやろ、いやいや、雪見大福クレとピノクレやったら断然にピノクレの方がいいだろ、うん、タバコがさ、ね、残り2本しかないのにさ1本クレって言われるのとさ、20本ある時に1本クレって言われるのと違いだよ、どう考えても20本の時の揚げやすいだろう、塩味、そう、それが塩味が効いてたらもうなんか美味しいとも思いたくないしね、うわこれなんかこの人の手塩でうまいって思ってるってなっちゃうからね、
手が温かいとネタが悪くなるので手を冷やすらしいので手汗は出ないらしいです。なるほどね、うん、そういう意味なんだ。寿司が悪くネタが悪くなる、うん、なるほどな、考えてますね、うん、お寿司食いたくなってきたな。お寿司って美味しいな。なんであんなうまいやろ。お寿司って美味しいよね。お寿司のうまさはもう本当すごいよね、うん、最高よな。なんか世の中で一番好きな食べ物は何ですかって聞かれたらパッてお寿司って出てこへんけど、やっぱお寿司がなんだかんだって好きかも。焼肉、お寿司とか、まあ、いろんなやつで何が食べたいかって言ったらお寿司かもしんない、うん、あわさび巻きんとこね、あそこは安くて美味しいからね、うん。納豆ラーメン、納豆ラーメンも美味しいな、うん、この間納豆ラーメン食べて、うん、美味しかった。ウェイ、カジキ10匹ありがとう。じゃあ、あけみさん、もうねこれね釣りのやつ終わっちゃったんだよ。でもありがとう10個ね。延長代がようやくゲットできたよ、618円。マジさ、今日もやっぱ朝一からみんなのね愛を受け取って、ね、今日も生活したいですね、うん。カニ味噌汁と一緒に寿司、カニ味噌汁、うわ俺やっぱカニって、俺マジな話言うけど、カニ食べてる人ってあの壺とか買う人だと俺思ってる俺、うん、まだもう全部投げといて、あけみさん、だってもう終わったもんこれ、今投げといてくれへんかったら、うん、もう持ってても意味なくなっちゃうから。だってカニとかさね、カニ汁とかってどんなかって言ったら、味噌汁の中にカニの甲羅バーンってぶち込まれて、なんか足とか飛び出たやつ、あんなさ足とか食えへんのにね、ただ邪魔なだけや、あれなんのあんなバーンつってゴミみたいなやつを並べられてね、あれ食えるならいいで、パキパキと、まだ食えもせえへんやつでバーン突き刺されてさ、それで高い金取られんやろ。いらんな、全然いらん。うん。うえぜ、50個ありがとう。ナイス、ありがとうございます。いや、これ次の釣りの時まで置いといてもよかったかもしれんねんけど、いつになるか分かる。これ釣り、まあまあ、ね、周期が遅いからさ。ね。ありがとう。俺は昨日枠開けたらよかったね、夜ね。あくみさん、これくれたら俺3位内に入れたかもしれんわ。見た目に。騙されちゃそうやで、うん、今日もあけみさんの50個、これでかいで、これ50個これで3000円だから、俺ドン3000ドン、うん、時給が一気にねダーン行きました。うん、だ朝一この時間帯でもアイテムくれる人がねいるんやなっていう。ツイキャスではね1日ね1万5000から2万ぐらいもらってたから、朝の時間帯なんだかんだくれる人いるんすよ、マジで。結構ね強いよ朝、うん、逆にふわっちはめっちゃ少なかったね。朝一にアイテム飛ぶことなんかほぼなかったんだから、ゼロだったね。でも最近ちょくちょく変わってきて、食べれやんとこほとんどやねん。そうや、であのカニなんて危険やでな、こうやって食べるやん、ちょくちょく切って食べていったらなんかもう手怪我するパターンあるからね、あんなに高いのに、あんなに高いのに食べづらい、食べづらいし味まあ普通、信じられへん俺、うん、だから俺もカニ食べに行くっていうのはその相手の人が食べたいって言うまで俺は絶対に言わへん。いやいやいや、カニ普通でしょ、味普通やん、そんなめちゃくちゃ飛び上がってめっちゃうまってなる、ならへん俺普通、うん、エビの方がうまいね。カニとエビやったら断然エビ派、食べやすいしうまいね、うん。これは好みの違いかもわからないけど、だってカニ料理とエビ料理だったらどう見てもエビの方が料理も豊富だし、美味しいカニ食べてない、いやそれはまあどれほどのものを美味しいカニっていうかわからへんけども、それなりのものは食べてきたと思うよ。88号さん福井県とかまで行って食べてますから、うん、そこそこええのは食べさせてもらってるはずやけどな、うん、でもそれでもですよ、それでも、うん、言うてもまあ美味しいけど、なんかこの食べづらさ、食べるのめんどくささ、値段、さまざまなこと考えたら
いや全然くら寿司でいいなってなるかな。まあ、そのカニ味噌もあのカニ味噌もやで、カニ味噌だけでめちゃくちゃ出してもらったことあります？食われへん、そんないっぱい食われへんって。私フグのコースの方が信じられない。あー、だからね皆さん、俺も一緒だよ。カニとフグね、俺もいつもフグも言うてんねん。フグも正直味ないよねって。まあ味ないは言い過ぎやねんけど、なんか一番美味しくないのがテッサ。そう、俺はそういう答え合ってます。テッサはほんまになんかめちゃくちゃ高いとか、高いやん、意味わからへんよね。俺はだから唐揚げとか鍋とか焼きとか、多分焼きが一番うまいんじゃないかな。焼きが多分一番こう香りがね、魚の香りがして、あ、香りがね、うん、そうなの。だからテッサって、正直テッサが好きって言ってる人はうんってなるね俺、うん、分からへん。どんだけ噛んだってあんま大した味せえへんな、うん。あ、干物はうまいな。干物の焼いたやつね、あれ美味しいわ、うん。で、エビの方、そうやろ、エビの方が好きやろ。カニ味噌ちょびちょび食いたい、魚、酒と、うん。じゃあほんなら辛いらんな、カニ味噌だけでやろ。だからもうええねん、それやったらもうあのくら寿司のカニ味噌でええねん。料理人さんが全部カニの身出してくれるよ、カニは美味しいです。あー、全部か、いや、ほんでカニ、ほんでまた一番腹立つのはな、カニの身出してくれるよって、なんかあの上の部分だけスパーンつってさ、なんかこうこういう状況で出してくるやん。いや、下もこう取ってこうビンとやれよ。それやったらこうなんかもうカニしゃぶの状態で出してくれたらピーって食べれるけど、中途半端に上からスパーンって切ってさ、あとはほじくって自分でやってくださいみたいな、ひと手間かけさすよね。バカにしてんのかよな。あ、もっとひどいとこなんか真ん中に線入ってるだけで、それバキバキバキってこう自分で剥くときに手臭くなるしね、痛いし、ほんまにカニはもうあかんわ。人のその両親が目に見えてわかるから嫌やね。うん、人のことバカにしてんだと思うよ。お前いくら払ってると思ってんだっつってね。もうカニの手拭かずに札渡したのかなって、カニの手汁がついたカニ臭い札束渡したのかなと思うわ、うん。全部取ってくれる店の方が少ないやんかな、うん。ようこさんありがとう、今日もね、相手もね、うん。フグならあんこ、あんこいいよな、あんこおいしいんや。タラバはヤドカリの一種論争、ここでもか。あ、タラバガニが、あのだから一番いいのはタラバガニでも、まあ、タラバガニってやっぱ普通のカニとはちょっと味ちゃうよね、やっぱ言うてもな、見た目一緒やけど食べた味も違う。あ、これこれ、このイルミネーションのな、おまけでなんかスロットみたいなのができんねん、それで当たると結構いいのもらえるっていう。カニめんどくさいの。岩手の大船渡ってマンボウ食べるんだけど、食べ、マンボウないわ。あ、大船渡ね、大船渡っていうところね、うん。あれ大船渡って行ったことあったような気がするな。ほんでマンボウはね、マンボウは確か食べたことあったかな。え、なんかちょっと記憶にあんま残ってないけど、食ったことあるような気がする。うん、でも覚えてへんから食べたことないのかな、食べたことないのかもしれんわ、うん。どんな味するんやろな、マンボウな。だからイメージはイルカとかに近いんじゃない、イルカも売ってるやんかな。テッサと食べる、イクラも塩だけでまずい。いや、イクラがまずいって言ってる人はもうそれはあれやん、あの全てのなんていうの、白子とかにも言えるな、独特なあのなんかイクラの甘み的なやつがあるから、あれは美味しいんじゃない。イクラは塩だけじゃないやろ、逆に食べ過ぎたら気持ち悪くなるよね、うん。北海道もマンボウ食べる、あ、ほなやっぱマンボウ食べたことあんのかな。酢味噌で食べるってな、そのな、なんなの、どういう系。あくみさんありがとう。その刺身で食うってこと、うん、ありがとう、あゆみちゃんね、ありがとう、ありがとう、うん。エビを生きたまま食べたことある、エビ生きたまま食べるところ結構あるよ、車エビとかな、うん。
まあ、あの世の中に流通してない食べ物でめちゃくちゃうまいなっていうやつは、まあ、2パターンあって、希少価値がめちゃくちゃあるものなのか、もしくは美味しくないものの2つだよね。だからお肉とかもそうですよ。どこでも取れてそうなお肉が流通してない、例えばワニの肉だったりカンガルーの肉だったり、ああいうふうなものが流通してないというのはやっぱ美味しくないんだよね。マンボウは果たしてどっちなのかと。マンボウはすごくでかいって言いますから、そう考えると量が取れるのに出回ってないってことは、実はあんまり美味しくないパターンがやっぱ多いんじゃないかなと思うね。酢味噌で和えるみたいな、湯がくんやな。どんな感じ、まあ、ちょっと食べてみたいけどね、ちょっと食べてみたい、気になるね、羊の肉もなかなか、羊の肉なんて言うて結構高いからね、羊肉って。ラム肉ね、伊豆の方でマンボウ食べたけど酢味噌の味しかなかったから、特に、あ、味ない系なんや。でコリコリとかってこと、ちょっとコリコリするんかね。クエね、クエ鍋とか、クエはね、あの高級食材ですから、その辺はだからあの希少価値のあるもんやな。大人のマンボウ4メートル、そうですよ。水族館とか行ってもマンボウのでっかいやつに当たったらびっくりするよね。クソほどでかいからね。お肉のね、あの食べたことないやつで美味しかったものはほんま一個もないねんな。一つもない。やっぱ全部が全部癖があって俺わかんねんけど、魚の食べたことないやつは案外ね、美味しかったりするよな。そう、マンボウはすごいよ。ケンスケさんワニ食べてた？まあワニの肉とかは、ワニの肉とかウサギの肉とか、あの辺はあのアマゾンでも買えるからね。あ、でもある意味いいかも。ケンスケさんにウサギの肉をね食べてもらうか。あの人案外そういうの食えるタイプの人やからね。いやお肉、いやこれ難しいな、横さん。どっちやろな、お肉か魚かで言うたら。お肉か魚、むずいなこれ。普段食べてんのはどっちも、どっちか言ったら絶対肉の方が多いねんけど、魚も好きやねんな。だって肉ってさ、種類少ないじゃない、正直。あのまあ部位によって味は違うねんけど、言うても肉は肉やんか。魚はね、ちょっとやっぱいろんな種類あるから、魚の方が飽きないよね。ワニから出てくるだ、うわ気持ち悪いな。業務スーパーにもワニ売ってんの？そうなんや。鶏肉が、そうそう、マトンはね、そう、やっぱり臭いみたいやな。うさぎも食べるで。伏見稲荷の近くのスズメの丸焼きね、あの俺 YouTube で多分動画残ってるけど、スズメの丸焼き食べた動画、頭をかじるとね、パキッつって中から汁がジュワーって出てくる、脳汁みたいなやつが。でタレつけて焼いてんねんけどな。そう。まあ美味しいものじゃないよ、そんなに。縁起物みたいな感じなんでしょあれも多分ね。いやいや、もうなんかあのほんまほとんど骨と骨みたい、骨だけや。そうそうそう。酸っぱかったら腐ってんじゃん。カエルが鶏肉に似てると聞きますが、ウサギとカエルも似てるってことかしら。ウサギとカエルが似てるの？いや俺はね、あのアマゾンで昔買ったことがあるんですよ、ウサギ肉で。家で食べたんですけど、まあ信じられへんぐらいまず臭くて食えなかった。でもあれは俺の調理方法が悪かったと思う。なんか冷凍でこんなやつがね、 足ピーンって伸びた状態で来るねん、こうやって届いて、それをフライパンでバーンって、あの一口コンロしかないようなところでさ、バーンって焼いてた。焼けたり焼けへんかったりしてたとこあったよな。バーベキューソース塗って焼いたんやけど、まずくてさ、もう吐いたよね。あれは俺のやり方が悪かったね。ちゃんとこう綺麗に調理したらもっと美味しかったかもしれん。見た目が気持ち悪かったよ、見た目が。うさぎを首ちょんぱして食べたんだ。まだちょっと今日日のね、昇りがね、ちょっと遅い気がするね。そう考えたら遅いよね、今日ね。いつもやったらもうこの時間帯日当たってるんじゃない？
なあ。へえ。野生の味やで、うわ。大体焼き鳥みたいにしたら美味しい。はいはい。串で売ってな。うん、カエルはね、全然ね、美味しいですよ。うん、太ももの部分とか結構ホロホロしてて美味しい。見た目がちょっと気持ち悪いけどな、うん、冬やから遅い。でこういうね、毎朝同じ時間帯に起きて同じことやっていると、なんか一日の日が長くなったなとか短くなったなとかね、感じながらやるわけでさ、ね、朝一、うん、で今日もいい一日にするぞとね。まあ毎回言ってますけど、こうやって朝一の時点でね、まあみんなでこうやって見てもらって、コメント書いてもらって絡めてる時点でいい一日だわな。うん。これなかったら俺ただの一人だからね、ずっとここで座ってさ、ボケーと外眺めてるだけでしょ。もうおじいちゃんじゃん。ね。良き一日のスタートだよ。生地は美味しいと、俺もじいさんから聞いたことがあります。で生地って食べたらあかんやろ、もう。食えんのかな？生地って食えんやろか、未だに。どうなんやろね。うん、ナイスをしました、ありがとう。また100ナイス、100ナイスでまた始まったよ、これ100ナイスの壁。いいですか、100ナイスまで、とりあえず、うん、毎日言ってんねん。100ナイス言ってなかったら心が痛んでくるっつってね、800人ぐらい見てくれててね、100ナイスも言ってなかったらいじめられてる感覚になるでしょ、これね。皆さんいいですか、いらっしゃる方々ね、右下の拍手マークを押していただいてね、これいじめだよ、こんなもん。嫌われてると思っちゃうよ、これね。どう考えても嫌われてる人間になっちゃうじゃん、これ。そんなに嫌われてんのかっていう。ひどい話だよね。これってどういう理由でじゃあ見られて、あ、お前のことは別にナイスなんて押しやりたくもないけれど、まあ朝見る放送ないからつけといたるわ、みたいな。そういう人たちが多いってこと。ひどい話だぜ。あ、ニコありがとう。初見さんね、うん、ナイス押しました。あ、ありがとうございます、その方ね。うん、あと13人、お正月13人、3桁にはしとかないと。ひどい話やで、これ。あと12人ね。まあ、1日1膳だから、無料でできるね、支援だからね。人にこいつにちょっと押しといたら、じゃあ無料でという。ぜひ、善の心で押してほしい。善の心でね。あ、電車走り出したよ、電車が。電車走り出しました。はい。あ、100ナイスできました。ありがとうございます。カラーマッチボーナス。ああ、10ポイント、ようこさん。ありがとう、うん。100ナイスをやっと超えることができましたか？ねえ、よろしくお願いします。はい。ハンサム。言われたことないけどね、あんまりね。うん、僕は顔がね、なんかどうたらこうたらって言われてますけど、そこまで言われたことない。ブサイクって言われたことはないけどね。うん、そこまでね。まあ顔面押しできるほどの顔じゃないからね、うん、もうあとちょっとなあ、もうあとちょっとよかったらなあ、ほんとよかったんだけど、うん、和食を食べながら、ああいいですね。こうゆったりと落ち着いたところでね、こう小鉢がバーッと並んだやつをこうつまみながらちょいちょい飲むのいいよな。うん、ありがとうございます、皆さん。うん、三浦智和の若い、三浦智和って、サッカーの絶対見てへんやろ。絶対見てないよね。うん。言われたことないけど。あ、違うの、三浦智和。え？じゃあ三浦、あれ三浦和義か。三浦和義か、あれ。山口百恵の旦那。いや、古そうやなそれ。めちゃくちゃ古そうやね。うん。桃江ちゃんの旦那やが、いや知らんわ。山口桃江知らんねん。リアルタイムで歌ってたんすら見てへんわ。うん。高齢化が進んでおります。はい。本日も高齢化が、放送の高齢化がね、進んでおりますから。すごいね。受け入れましょうって。どういうこと？あ、リスナーさんの？いや、もうリスナーさんの高齢化は、もう結構深刻だからね。うん。結構深刻な状態に陥っております。
七色がお金で雇ってるからバーで雇ってやってください。あのそのまあ、はっきり言ってね、あのお金に汚い人っていうのは誰も相手してくれなくなるよ。うん、もうみんなも分かってると思うけど、七色ってお金関係の揉め事ってもう何回目なのこれ。うん、何回目よ。もう俺が知ってるだけでも何回あるのこれね。だからまあそんなことしてる人は誰も付き合いできないと思うよ。うん、まあ配信でね、投げてやったらいいんじゃない。うん、まあ俺は相手も投げることなく実家に返すのが一番だと思うけどね。本当に一人で生きていくっていう、まあ、そのものが向いてない、そもそも。うん、だからね、人が借りてくれた家を家賃滞納してたりしてるんやったっけ。異常やで、あんたそれは。うん、あのね、もう本当にね、よくしてくれてる人たちを平気で裏切ってるからね、もう異常だって。異常、そんな、あのそんな人と絡んだらあかん。うん、そういう人と絡んでたら自分の周りも大切にしてへんのと一緒やから。家賃10ヶ月、そのだって家ってさ、人が借りて、そのクリスさんって人が借りたんじゃないの。それは違うん か、 なんか俺が聞いた話はクリスさんが借りてる家って聞いたけど。うん、またゴミ屋敷なん。そうなの。もうなんかだからやっぱりもう本当に家実家帰った方がいいと思うよ、これ以上。そのなんかいろんな人を裏切らないためにね。うん、実家の近くに住んだ方がええと思う。どうしようもできへんやろそれ、親に借りてもらってな。うん、そうそう、もう一種の病気やと思うよ。身辺整理ができない人っているんだよ。いや、そういうレベルじゃないやんか。うん、もうそのなんか部屋がな、ゴミ屋敷になったりするっていうのはな、まあまだ100歩譲って、別に俺も家綺麗なわけちゃうから、まあわからんでもないけれど、やっぱりこう自分のことをよくしてくれた人たちを裏切るような行動が平気でできてしまうっていうところが問題なわけやね。うん、その場しのぎで生きてるからそういうことになるんや。それが1回2回やったらわかるけどもね、3回も4回も繰り返してるような人間っていうのはもうその場でしか喋ってへんのよ。だからそんなんもう相手したらあかんって。俺はみんなで七色とか関わらん方がええよっつってるよ。関わったって損するだけやねんから。そうやろ、損するだけやし、そいつもそのあいつも敵増やすだけや。だから関わらへんのが一番やねんって。みんな関わらんで、うん、みんな関わったらあかんねん。ほっとくのが一番。うん、ほっといたらどうせ親に頼んでまだなんとかなんねんから。なんともならへんことあらへん、金なんか絶対なんとでもなんねんから。払わへんがあったら自分がね、取り立てこられるだけの話や。ね、別に最悪それが言えたら、工事機でも何でもやったらええやん。うん、それだけです。はい、わらびさんおはよう。金関係でもっと問題になる前に実家に帰るか入院しかない。うん、そうやな。金関係でもっとも、もっと問題っていうか、10ヶ月滞納ってめちゃくちゃな問題家賃10ヶ月滞納ってめちゃくちゃな問題やけどね。一月家賃がいくらか分からへんけど、5、6万だとしても50万から60万やで。結構な額やないですか。うん、そんな、そもそも普通10ヶ月とかなんてね、みんな猫を心配してる。別に猫心配してて猫なんか外行ったって何も生きていくわな。窓開けたら勝手にどっか出ていくねんから。うん、痛くないね家に。あ、マグロ。ありが、いや、今日ね、これ終わったのよ。これ、魚のやつ。あ、持ってたら全部ください、これ、K の方。終わっちゃった、ランキング。うん、昨日で終了だったんやって、もっと長くやってると思った。うん、そうそう、家賃料で60万円。うん、いや、そうや、もう鍵変えられてもね、文句言われへんレベルやで。うん、はい、森里さん、おはよう。いや、ほんでだからその家はそのクリさんに借りてもらったんじゃないの。
クリさんっていう人がなんかやってるんでしょ、うん、まあ、ちょっと待って、クリさんってさ、あのさ、善逸のクリさんじゃないよね。善逸のクリさんだ、もしかして。テロップイルミに変えた。うん。やっぱり、あ、それ、やっぱりそのクリさんなんや。ああ、そういうことな。ああ、あの人も本当そういうの好きなんやね、クリさんって人もね。うん、いやもうマジな話、うん、ありがとうございます。そう、終わっちゃったんですよ。でこれね、勝った時になんかあのスロットのやつついてくるじゃないですか。あれもまたよろしくお願いします。ありがとうございます。クリさんって俺あんまよく知らへんねんけど、まあ、とにかく善逸とかにもね、いろいろお金貸したりとかしてはる人やから、うん、毎回なんかそういうことで大変になってるよね、うん、不動産関係の人なんだよね確かね。そうそうそう、ありがとうございます。 TikTok した方がいい。ふわっちが向いてない、うん、だから多分クリさんで言ったらそういう系の人を助けてあげたくなる性質の人なんやろうな、うん、中途半端にね面倒を見てしまうとクズ人間が出来上がっちゃうからね、うん、手を差し伸べる、いやどうなんやろう、分からへんけど、うん、他の枠出た時顔違いすぎて、そうな、そんな顔違うんや、うん、まあね最初からクズ人間ではあるんだろうけどね、うん、いやでもなんか驚くよな、またそんなこと、まだそんなことやってんやって感じやな、俺からしたら。もう何年よ七色って、何年か、2回ぐらい俺同じようなことがあったよな。2回ぐらい同じようなことがあって、ご両親が建て替えてくれはってお金払ってもらって、その他の人間もご両親がお金払って、でその後配信者と揉めてて、でまた今回もやろ、5回ぐらいあるんじゃん全部で。うん、あ、そうなんや三毛猫さん、依存症っていうか、まあもうだから結局普通の人やないからね、そういう病気なんやと思うけども、うん、まあ仕事したくないっていうのはさ、まあ分からんでもないねんけどさ、仕事しなくてもさ、まあなんかあるやろ、金を稼ぐな方法を見つけないとな。配信者に関わり金を貸すなら上げた気持ちでやらなあかんやん。配信者は社会不適合者が多いんやから。いやまあそれは上げた気持ちでっていうよりは、だからそれは開き直って配信やってたらさ、なんで社会不適合者が多いとしても叩かれてしまうよね、その配信者はね。上げた気持ちでやらなあかんっていうのは難しい話やな。だって自分から助けて助けてって言うわけだからね、うん、ナンパした男の子を下ろして泣いていた、うん、まあ、だからそんなんも別に自分の責任やんか。別にな、10代の女の子ちゃうで、何歳やら七色って。それでナンパされた男の子供を下ろして泣いてたって、そんなもん自分の責任しかないやん、うん、そのなんかかわいそうだとね、レイプされてできた子供やったらわかるで、ね、自分からナンパされた男にしてって、そんな何もかわいそう、同情の余地が一つもないよ、うん、ほんの少しも。まず昔から七色は配信してもリスナーに問いかけることができなくて、
100% 自分を見てください配信、ふわっち向いていません。自分を見てください配信、いや俺も俺を見ろよ逆に、うん、俺も俺のことを見ろよ。そう、別に他のも見んだよね、それは別に一緒だけど、ちょっとよくわからないね。問いかけることができないっていうのは雑談ができないっていうことなんかね。ガン見してくれないとね、陽子さん。ガン見してよ、うん。七色を助けてください。ほっとけばいいって、うん。七色を助けたいと思ってる人は、ほっときなよ。ね。本当に助けたいんでしょ、君たち。助けたければほっとけって。配信も見ずにほっとけばいいんだよ。ずっとほっとけ。何もせずに。ね。お金の問題やね。お金の問題なんてのはどうとでもなるんや、ね、自分がするようにするさ。実家もあって金出してくれる両親もいるんや。最終的にはそっちに泣きつくよ、ね、そういうふうなことでかわいそうだとかどうのこうの言って、ね、アイテムを渡したりするから、あなたたちが甘やかした結果あんなものになってるんだよ。わかる？化け物を作り出してるわけさ。毎回毎回ゴミだのクソだの言われてるのはあなたたちの責任でもあるってことを忘れちゃいけないよね、助けることが必ずしも優しさじゃないんだよ、ね、本当に先のことを考えたんだったら実家に帰らせた方がええねん。だから配信なんかで助けなくていいんだって、ね、助けたら最後まで面倒見てやりなよ。中途半端にしたらあかんで。そうやろ、もうその1回2回やないねんから。人間な、1回や2回の間違いあるかもしれへんけど、3回4回5回って繰り返してる人間をその救ってあげるっていうのはもう一生面倒見るのと一緒やで。それができへんのやったらやったらあかんわ、うん、いやほんまに俺はそう思ってるけどね、うん、その無責任だよ、その助けるなんてやってる人は、うん、そう、中途半端な支援はね無責任だと思います、うん、俺を助けてくださいね、一生支援してください、よろしくお願いします。困ってます。今アイテムを投げるだけで俺救われます。俺は大丈夫、今ここで投げてくれたらそれでぬくぬくと生きていくから安心してくださいね。俺は今投げてくれたら大丈夫、受け入れます、よろしくお願いします。だってまだあの一番あれ見てないもん、あのキラキラしたやつね、イルミネーションの一番高いやつまだ一回も見てへんねんけど、これ今日イルミネーションくださいって、みんな中途半端にさ、その1個下までのやつだけくれて、一番高いやつしてこれバーンって全体のやつ、うん、たくさんのアイテム、そうたくさんのアイテムで応援してください。お金持ってるから、おおこれは2番目に高いやつやね、あけみさん、ナイスだ。いやでもまだこう、まだそう、最後全画面のやつが。これだから、これで3個揃った？あ、ほら、あと一番でかいやつで、これ。あ、おー！これじゃん！あれ？あ、違う、これまであんねん。このもう一個のやつで、これもう一個のやつ。あけみさん、嘘でしょ？あけみさんもね、ほんと何してる人なんだっていう感じだけど。この人も何をしてる人か気になるよ。あけみさん実は、いやこの人はね、まあ、本当そうかもしんない。でも古いよ、このあけみさんっていう人もめちゃくちゃ古い人だよ、うん、ねえ、アイテムのこじり方勉強になりました。いやいやいや、こじり方ってでもほら、やっぱ一番高いの5000円のさ、キラキラしたやつみんなも見たいでしょ。その5000円のやつ、あれね、猫バーン出てくるやつ、あれにしたら、あれ知る。だからあけみさんどっちかといえばツイキャスやもん。こにゃんこさん見たいって、初コメで、うん、こにゃんこさんを確認してみよう。報道ステーションだよん、何やこいつ、うん、報道ステーションって。こにゃんこさん投げてみる一個ね、初コメントでバーンってね。なんでここで止まるよこれ。今言いながらできたけど、誰かが、みんなが誰かに任せようとしてる、これ託そうとしてんのこれだ。あー、森里ちゃんありがとう、森里さんサンキュー。いやこれもでかい、これ高いから、これね、うん、
ね、森里さんもずっと半分顔面隠し、意地でも見せないよ心意気、そんないらんねえ、そんないらんねえ。あ、今日のアラビアタ行く、本日のアラビア、あー3揃ってる、ありがとう、210ポイントきたぜ、イエーイ。本日のアラビアタでございます。なんか太陽が出てくるのが遅いね、アラビアータ。このカーテンの色気に食わへんわ。ほんまカーテンの色赤色にしといたらよかった。なんかこのカーテンほんま合ってへんと思うわ。大失敗。赤色に戻したい。いや緑にしたいわ。緑にしようかな。だから黄やっぱ緑がいいよ。緑でも緑もなんかな。色によんね、色に。白っぽい緑がいいかな。なんか無地のやつじゃなくて柄付きのやつでもええな。迷うね。ちょっとこうなんか高級な高そうなカーテンにしたいな。でソファーの色も、もうなソファーもさ、これ運ぶの大変やしさ、いらんねんけどな、もう別に。信号機にしたらあかんねん。ほら今ちょっともう5位でしょこれ、イルミネーションのやつ。ああ、5000円のやつ飛ばへんかな、これピーンつってポイ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 って、5000円チャレンジ、中途半端なやつ。 ありがとうわらびさん。いや、もともと絨毯引いてナイス6個。ははははいや、だから、ちゃえ、その、あの、あけみさんもそれ今買ってきたやつ全部やったら、いけたよね、5000円のやつ。それこれイルミネーション、あ、これ2000円のやつでしょ、これ2個。どうなってるのこれ。これ5000円来たね、これ。わけのわからないやつで分割来た、これ。いやいけずですね。いけずだわ。じらすね。アイテム欄がキラキラでしょ、すごく。これ朝一だよ、これ朝一、みんな6時32分、うーわ718や。ケンスケさんのところで777出てたからね、でもあの色が揃ってなかったから7777円じゃなかったね。まあ、待ってたら猫のやつも来ると信じましょう。まあそんな話をまあさておきですよ。まあそれはそれはいいとして、ね、それはそれでいいとしてですね、イルミネーションミラーボールの、そうイルミネーションミラーボールのやつがね、下から猫がワンチャカワンチャカで出てくるんですよ。ぜひあのチャレンジしてくれる人はチャレンジしてください。はい、まあ人にね、朝一から人にこんなアイテム投げれる人ってめったにいないと思いますけれど、なんかちょっとこうテンション上がって、まあ今日やっといたるかみたいな人はね、今6時33分やから、いやちょっとテンション上がったわ。で何の話してたっけ、アイテムに集中しすぎて何の話してたか忘れちゃったよ。何やった、あ、七色の話な、七色や。まあだからほんま助けたらあかんで。いやもうマジな話。アマーキーさんおはようございます。七色がやばいって、またマーキーさん。いやその話してたよ、七色がやばい、七色がやばいってね。そんな話しとったよ、そういえば。まあずっと逆に言えばやばく、うわーこれやこれ来ました。コンプリート達成、ありがとうございます。 K の方ありがとうございます。やりました、本日コンプリートでございます。これこれすごいでしょ、すごいね、これキラキラが。ありがとうございます。これで俺が1万円分プラスになったってことだ。イルミネーションはすごくバック率が低いんですけど、まあゴールドで1位取ったらね、そこそこなるんだよ。このスロットね、全然当たらへんし、当たっても30円とかって舐めてる。
今までで一番還元率低いんじゃないかと思うけど、でも楽しめるからいいよね、このカラーマッチボーナスでね、うん、おはようございます。そうで今ね、まあ、一人のその七色という配信者がいまして、それが非常にやばいというふうに言われてます。ビッグバンより素敵って、まあ、ビッグバンは一回見たいけどな、うん、でビッグバンはだから投げれる人限られてるから、うちの枠にビッグバン投げれる人おりますせっていうそのアピールはできるからさ、うん、香川さんが前に七色雇っていて事件があったこと知らない人たちが助けてよって言ってるんだろうね。いや多分違うと思うよ、137号さん多分知ってて言ってんねん、うん、それ許してないから今回も助けてやれよみたいななんかまあ別に助けるって前回は別に何もね、あれやから、うちのお店のお金を使い込んでしまってたっていう話やからね、うん、まあちゃんとお金は返ってきたんで、お金返ってきてなかったら何やっていう話がちゃんとご両親に言って返ってきてますからね、うん、かっこ2回、うん、確か2回やったよね確か2回じゃなかったっけ、あれ2回やったよね、違ったっけ、同じこと2回したん違ったっけ、あいつ確かそうだったはずやぞ。なんか一回やって、そう、確か二回やったはずや。二回やんな。うん、そうやね。うん。大輔が雅子と付き合ったから大輔が消えた。ほんであの雅子が七色を助けるなみたいなね、枠を取ってたんだよね。うん、あれも、雅子はやりすぎだかな。うん。いやよ。マーキーさんはビッグバンいけますな、わら、いやよ。え？マーキーさんビッグバンいけんのかな？いや、いけへんちゃう？さすがに。うん、朝一やから。うん、アカウント変えてるかもしれんしな。うん、もう下がったんちゃうか、ゴールドに。うん、いや、まさこちゃんが言って、うん、あれですよ。まあ、煽ってることになるよね。ずっと七色を支えてた大好きが私の彼氏になったっていう瞬間から七色を助けないよ性格悪いね、うん、性格悪いわそれは、うん、あんなに粘着質な雅子と、いやまあ大輔さんってまあもうこんなん言ったらなんやけど、あのうちの周りの全体から言われたことは誰でもいいんでしょって言われてるやつやからね、人ですから実際誰でもよかったになってんじゃない、でもまあ合うと思う、あの大輔さんと雅子って合うんじゃない、うん、多分やけどね、いや実際みんな全員が同じこと言ってんねんもん、だ大輔さんにも直接言ったらまあ確かにそうかもって自分でも言ってたから、そういろんな人に言いまくってて誰でもいいんでしょっていうところから雅子にたどり着いたから、俺も結局思ったよね、やっぱ誰でもよかったんやみたいな、誰でもええやんだっていう、いや俺ほんまに思うもん、誰で、あと誰でもええやんって誰しもが思うと思うで、まあ、ただねお互いが好き同士であれば別に全然それはいいことやから、うん、うまくいけばいいしね、うん、うん、いやそうや、誰でもいいやつにしか見られへん、見えへんよね、うん、まあ俺は大輔さんはいい人やと思ってるからね、まあお幸せにと思っております、なんか嫌なことが起きないようにと願っておりますよ、多分大丈夫じゃないかな、うん、なんだかんで言って大輔さんが付き合った瞬間からコロッと変わらなかったらね、うん、詐欺師と分かってる、いやそれは分かってなかったんじゃない最初は、うん、優しい人やと思う、大輔さんは大輔さんちゃんと優しい人やと思うけど、まあ優しいけどやっぱりちょっとこう癖があるんやろな、うん、だってさ考えても見てよね、うちのバーに飲みに来てくれていろんな人間たちとまあよくしてくれてた人なわけですよ、あの人めちゃくちゃみんなによくしてんのにあのブロックされたりとかね叩かれたりしてたんだよ、だからそれはやっぱりねあの何かがあるとしか思えないんだよ、大輔さんみたいな人ってまあ言ってしまえば優しくてね、お金も使ってさ飲みに連れてってくれたりとか、お客さんとしたらドリンクでくれたりとか、まあ、お客さんとして言ってることはないけど、その周りのお客さんたちがね自分もおごってもらったりとかしてるのにブロックしたりとか文句言ったら言うわけですよ、
それっておかしいやんか、そんなの。別になんか大輔さんなんか言ってるだけで冗談でさ、ね、そのなんかホテル行きましょうって、その誰でも男やったら言うことやし、うん、それをでもブロックしたりとか嫌がってるところまで行くっていうのは結構異常だよね。どんな誘い方してんやろと思うもん俺。なんかよほどのなんかこう女性を怒らすような何かをしちゃってるんだろうな、うん、全然太ってない、全然痩せてる、痩せてる高身長、うん、顔も別にブサイクじゃない、ただしハゲ、うん、でハゲも似合ってんだけどな。5時に起きて今チョコザップから見ています。あー、朝から頑張って体動かしてるんですね、チョコザップで。143号さんデブ、おいデブ野郎、チョコザップでいいと思ってんのかお前の体は。なあ、チョコザップなんかで整えられんのか、その醜い体がよ。おい、人生楽しそうでしょ、うん。もう俺なんて本当チョコ俺もうあのチョコザップとかまで歩いていくことすらできなくなったからねもう太りすぎて歩かれへん。俺昨日パチンコ屋に並んでたのよ、辛くて辛くて、もう俺ほんとしんどかった。パチンコ屋で30分待たされることがもう地獄やったもん俺。もうほんときつかった。パチンコ座ってる最中もそう、売ってるだけでしんどい。あのね、肘置きがあるんですよ、肘。パチンコ屋行ったら肘置きあるやん、ここにな。肘置きが俺めっちゃ低いね。なんでこんな低い、前まで全然低いって感じてなかったのにって気づいて、ケツにそれだけ肉ついてるんだから。普通の人よりもケツに肉がつきすぎて、こんだけも高いから、だから肘がこんだけも合わないんだよ。だめっちゃしんどくてスロット打つのも。そう、背は伸びへんや。だからケツの肉がつきすぎて高くなってんの、これ。上げられへんね、荒木さん。開けられへんと。いや、変えられへんやつやね。うん。俺、前まで変えられたやつやったの気がすんねんけど、変えられへんくなってんね、これ。高さ調整ないんや。あったら変えてるわな。うん、変えられへんね、うん。しんどいわ。あ、この店、椅子変わったから、前までね、高さ調整できた記憶があんねんけどな。うん。そう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 、だからもうそれぐらいしんどいから、最近はパチンコスロット打ってもすぐ帰っちゃう。うん、1日いられへん、しんどいしめんどくさいし、うん、そう、今日は、いや今日は行かへんつもりでいてる。昨日は座敷の部屋で食事したのですが、腹が圧迫されて苦しかった。もう座敷って聞いただけで無理やもん、マーキーさん。俺その時点でもう無理。うん、もうあのあぐらかくのしんどいやろ、女座りでもしんどい、正座なんか絶対無理やし、掘りごたつじゃないときついわ、うん、でも掘りごたつやったら掘りごたつで次立ち上がるときうわーってなるやん、うん、この肘とかもとてつもない大ダメージがあるから、だからもう普通のあの椅子がいいな、うん、パッと座ってパッと立てる。そうやろ、あの掘り、いや、あけみさんそう太ない、あんた、あんた全然太ないやそれ、うん、そうや、だからもう地べたに座らすなっつんだよ。うん、だからその畳みたいなとこ行っても、こうなんかこんなでっかい座布団みたいな3段ぐらい積んで普通の椅子にして座んねん俺。ほんだら椅子がテーブルが低いから、今度下のこと下してこんなに食わなあかんな。だからええとこ行きたくないねんな、ええとこ行きたくない。そう、座敷で足の臭い女がいたのでずっとテーブルです。あー、サービスだね。スノーボード行っても転げたら立てない自信があります。いや、もうそもそも俺あのなんかあのくるくる回ってるあれに乗ることできへんと思う俺もう怖すぎねんけど、あれに乗るのがなんか絶対もうガーってもう離されへん、うん、右に真ん中に乗らなあかんけど、もう怖くて、リフトがもうあのリフトおかしない、めっちゃ短くない、あれ、うん、あれ本当あのリフトってよくみんな乗れるなと思う。怖ない、あれめっちゃ不安定にガンガン揺れるしさ、うん、あれ怖いわ。これ前にカチャンもないやん、怖すぎな、うん、で降りる時も降りる時で大変やねあれ、うん、そう、足プラ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 さして、うん、まあ俺スキーもスノボーもね2回ぐらいしか行ったことないけどさ、
そう、降りるのが難しいね、うん、降りるとき背中でガーッと押されてバターンってなったことあるもん俺。どんくさいな、うん、セーフティーは今あるんや。俺初めて行ったのが8年前ぐらいやったよ、うん、いや8年前じゃもっと前や、10いや20年以上前や、10代の時やもん。そうやそうや、20年以上、23年前ぐらい初めて行ったの。なりすけさんおはよう。ちょ、トイレ行ってくる。ちょっと待ってて。おトイレ、おトイレ。ナイス押しといてね。よろしくお願いいたしますせ。よいしょ。何？後ろの人の膝の上に乗ったことある？リフトで乗るタイミング間違って後ろの人の膝の上ってどういうこと？そんなことありえんの？なんで？だって自分よりさ後ろ、そうありえる？想像ができひんわ。だって前へ前へ行く、そのありえんの？それ結構あれか、こうなんかもうあの遊園地バージョンみたいな感じでこうなんかどん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 後ろから乗ったりしてる人がいるってことかな。いやでもあの手のタイプのやつは結構乗るの難しいからね、全体的にね、うん、知り合いがリフトやめん、それを谷底に落ちたとか、それリフトに問題があるわ。それ谷底って普通ネット張ったらよな。怖いな、うん、実は今自分の戦いが始まってます。あの優作が20杯以上ドリンクもらったらしいのよ。ということは2万円以上もらってるらしいね。やっぱ俺負けられないからあと9000円もらいたい、うん、勝ちたいよやっぱりね、うん、あいつらには負けられないっていう強い意志があるからね。ふざけんなよと、俺は朝一ね2時間でお前たちを超えるって強く願っております。よろしくお願いします。またやっぱりそういう闘争心はあるよね常々、うん、俺が一番もらってるってね、うん、そうほう、そうやね。あけみさんやっぱり俺が一番稼がなくちゃあかんやろ。そんなもんすんません。優作って宮弁ですか？いや優作は言うてんねん。なんで宮弁なんで、それでどういう解釈なんだよ。どう説明しないんだよあんたに。なあ優作っていう宮弁がいてねとかならないでしょ。じゃあ宮弁って言うだろう。どういう解釈の仕方。いやこういうのでもあのガチでねそんなあるから、そんでそのお金私に貢いでください。また来たか貢がれババア、貢がれババア来たかこれ、うん、昨日の朝もいたからね、貢がれし者おはようございます、うん、30歳宮弁の下の名前ってなんて言うんですか。宮弁って名前じゃないからな。でもあの宮弁は名前変わってるよあいつは、うん、パッて聞いたら一生忘れないような名前やで。ビールケンさんに行く、ありがとう、うん、
昨日いたんだよ、30歳の女性でね、あれ28つとった、あ28や、28歳、見つがれ女子、来た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 、1万2000円近くなってきた、残り1万円、来た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 、まあ、イルミネーションじゃない方が悪いんやけどね、いやあいつほんまに宮ほんまに変わった名前してるで、初めて聞いたね。なんかその沖縄とかあっちの方にありそうな名前、まあさすがに多分本名は言ってないと思うから、あの人の本名は言えない、健介さんとね直さんの本名は全然いいけど、宮弁の本名はちょっと言えないから、イルミネーションスロットありがとうございます。嘘でしょ、うーわ1万7000円だったこれ、すごすぎだろこれ、ありがとうございます、1万5000来たこれ、1万5000来たわ、やばいわこれ、1万5000使ってもらって1万7000円で5000円ぐらいしかなってないけど、これどういうことやこれ。でもゴールドの2位になったよ、これ1位取れるな今日。あーわけのわかんない、なんかマキちゃんって子だ、ミニレさんと下で戦ってる、うえ6個きた、160ポイント、90個投げて、舐めてるよなこれ、絶対おかしいわ、おかしいぜ、ありがとうございます。もうちょっとで追い抜けるね、もうちょいで追い抜けるわ、キラキラありがとうございます。今日のラストいただいちゃいました。あけみさんも仕事なのこれ今から。あけみさんも結構朝いてくれてるもんね、今はシルバーらしいよ、まあ、この調子でいくとゴールドまですぐだろうけれどね、あけみさんはツイキャスからでもずっと応援してくれてるから、そう下顎がどんどん出てきてる、やっぱりこうなんだろう、喋れば喋るだけ顎が出るのかね。石川紀之、野田造りも昔は顎が出てなかったらしいよ、配信をやっていくごとに顎が出ていったんだって、だからこう喋れば喋るだけ受け口になる可能性はあるね、デイリーアイテムは 35% しか入らない、そうインターフォン工事とトイレ工事って地獄やん、それどうすんの、トイレ工事になった場合じゃあトイレどうするのこれ、どっか外で使うってこと、おはようございます、真の配信者、まあ分からへんけど、よくペラ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 喋るやつはまあ受け口になる可能性が高いんじゃないかって言われてるね。で俺はリスナーさんがコメントでそう書いてた、で俺は実際その自分のあの中学の同級生に会った時、お前そんな顎出てたっけって言われたんだよ、だから俺も自分で思うよりもしゃくれになってこう受け口になっていってるし、まあ、そういうのあんのかなと思った。やはりビッグバンより素敵、ビッグバンの素敵さを最近見てないから忘れただけかな。誘発してるやんビッグバン花火。1万5000円な、ビッグバン花火は今までで、でもビッグバンファンタね、やっぱり配信者のやっぱロマンはビッグバンファンタですよ最終的にはね、あのビッグバンファンタっていうものをもらえて初めてで、2つある、あけみさんの家2つ あるのトイレが、もうその時点でもうなんか家がもうでかいやん、家でかすぎでしょなあ、トイレ2つある家ないで、なかなか上と下ってことでしょ、それはすごいで、そんな家の人やったか。ビッグバンファンタは15万円でかくない、1回、いやでもでかくなかったらトイレ2個作るかい、なかなか作れないよね、いい家だわ、いや和式なわけあるかい、どんな家住んどんねん、和式でもええで俺全然、和式そんな嫌じゃないタイプ、汚い洋式やったら和式の方がいいよ、トイレないとかどんなとこやねんそれ、大体トイレはあるやろ、いや2階建てって言ってるやんか、あ
3階建てで1階と2階にあるってことか。そういうことな。あ、イルミネーション10個ありがとう。湯の方ね、ありがとう。あともうちょっとで追いつくぜ。あと5000円ぐらいで追いつくか。トイレだけは後悔するからつけた方が。や、そうな。やっぱ上にいるんや。めんどくさくなるんやな、毎回下に行くのな。うん。太ったら和式が無理。いや、あのね、まあ確かに痩せてる時よりはきついか。まあそうやな。うん。確かにきつくなるかもしれない。長時間座ってんのしんどいよな。うん。海外は多いからね、和式ね。多分。ん？海外和式。いや、じゃあ洋式やったの。今の2階建てはトイレ2つ。あ、そうなんや。あのなんかこう前とかに持つところがあったらいいけど、持つとこが全くないやつはきついよな。ウェブで買うと10個で14万、どっちにしろ14万なんや。うわー、ロマンだね。もうそれとりあえずビッグバンファンタっていうのが、まあ1回でももらえたら配信者としては、ふわっち配信者としては一応成功だと俺は思ってる。うん、そりゃそうでしょ。だって14万円ものお金を一気に使ってくれる人がいるっていうのは、まあねえ、あ、エーマさん、うえぇ、エーマさん、ありがとう、三つも。来たー。そうでしょう。ふーわ。あ、あと500円で2万円だ。ありがとうございます、ナイス。ナンバーマッチも、あ、555揃った、オッケー。ありがとうございます。女やけど左寄りにおしっこ飛ぶから和式こぼれちゃいます。毎回左寄りに飛ぶの、それ。ねえ。いや、俺、ほんまにさ、女の人のさ、なんかさ、まあ、お小便をされるときにね、結構音って聞こえてくるじゃないですか。トイレの音って。女の人って、なんかもう男で言ったら、その、チンチンの先が切れるんじゃないかっていう勢いで正面してるよね。なんか、どんだけ力んでんねんっていうぐらい。すごない?男性より、いやいや、ほんまピシャーみたいな。いや、なんか女の人のおしっこしてる時の音って、ほんまシャーみたいな、なんか恐ろしい勢いで出てる感があるよね。男より絶対多いよ。勢いがすごいよね。圧が、うん、やっぱ圧力すごいんや、あれ。いや、なんかね、聞こえるところは聞こえるやん。で、居酒屋とか行った時はやっぱ音がね、ブワーって、どんな勢いで証明すんねんみたいな。多分女の人で我慢よくしてる人多いんやろな。うん。ほんでめっちゃ早いやん、女の人。おしっこ終わんの。男の 1.5 倍以上早いやん。やっぱトイレすんのでも。拭く時間まで合わせて男より早いやん。うん。便器割れるかと思う?あんた何言うてんねん、一体。なあ、便器割れるほどの勢いでピャーって言ってるってこと?じゃあ女の人もやっぱり証明したらこう跳ね返りがあるんじゃない?男はさ、自分のものをこうグッと押さえることによってこの位置はこう決められるけど、女の人はどうするわけ?こう腰をこう骨盤でこう調整するのかな?だいたい飛ぶ方向性はわかると思うけどね。こう骨盤をこう動かすしかないのか。やりづらいね、女の人って。そう考えたら、うん、座った段階で真下に落ちるもんだから。ああ、圧も位置もなんだかんだ調整できる。まあそりゃそうやろな。圧が調整できなかったらさ、垂れてくるわけだからね。うん、やっぱそういうのがあるのか。いや、男もね、腹に力入れたら早くなんねんけど、でも女の人はだからその常にフルマックスみたいな、うん、ジューラーみたいな。やっぱあんまり力みすぎるとちょっとこう痛くなるから、水圧でね。うん、ああ、なるほどね。男はちょっと出にくいんや。まあ、女の人の方がやっぱグッと抑えやすいんやろな。うん、なるほどね。なんでこんな話になったん、今。あ、そう、溜められるのもあると思う。あ、和式の話から。なんか横に飛び出るみたいな話からか。汚い話やな、朝から。いや、ほんまやで。汚い話、朝からね、どういう風に出すとかさ。
おはようございます、ね、確かに俺から言ったけどね、いやなんか女の人で左側に毎回寄るとかって言うから、あ、なんかそういうのあんにやと思って、うん、でも男性もほんま意味わからへん時あんねんで、おしっこがなんかこう飛び散るみたいな、あれほんま不思議やねんな、普通におしっこしてもなんかしらけどバーって飛び散る時あんね、うん、なんかあの線香花火みたいにピシピシピシって、あの時は大変よ、うん、あの時一番大変やね、うん、謎の現象がね起きて、うん、いやなんかだから一発目がよくわかんない、うん、一発目がね、そう一発目がどのようにして出るかによってそのおしっこの方向性が決まるから、あそうそうそう、なんかあるのよそういう169号さんが言ってるみたいに、唐突になんていうかしらずっと二股に分かれてたりとかする、あれあれはだから本当にあれは分からへん、なんで起こるのかが未だに謎なんだよ。そうすると二股専用にその出してる最中に調整しなあかんわけ、うん、二股なんかやってる時に勢いよく出そうもんならそれこそ線香花火状にピシュピシュってこうなるかもしれない、まあ、ちょうどだから緩やかに出していくとか、もしくはちょっとこうなんかこう一本になるように祈りながら、まあ、祈りだねあれはね、一回出だすとやっぱ止められへんやんか、うん、難しいな、石なのかなあれ、なんかあるんやろねあんなことになるっていうのは、うん、そう尿結石の手前なんかな、ちょっと怖いよねそう考えるとね、うん、いや家とかでも、でも男で一番さ立っておしっこしてやばいのはその飛び散りじゃなくて雫でしょやっぱり、ちょっと手前でやってポタポタと下に落とすっていう、家でもよく拭くもん俺、うん、でも今はね、あの知ってますか、若い子たちは約8割以上の子が座っておしっこするらしいよ、8割以上の子が、若い子は座ってやる、うん、だから座らないのは全部年寄りだって、そういうのが出てました、うん、座らない人は年寄りに多いって、マーキーさん座るんや、うん、人の家に行った時は座る時ありますけどね、まあでも立つかな、男の家だったら立つな、うん、女の人の家に行ったら座るけどね、うん、なんか悪いから、うん、一応気にして、色人んちのトイレ異常に汚してん頭悪く、何それ学校やと座れないのにね、ああそうそうそう、年代によって変わるのよねえ、ほら男性専用の便器なんか置いてある家も金持ちの家しかないよね、解体家とかもよくやってたけど、でっかい家は大体2つついてんねやっぱり、うん、若者に血石増えてるのも、あそうな、え怖いねんけど、血石増えてるって、じゃあそういうやり方したら血石溜まりやすいんかな、さあさあありがとうね、おはよう、公衆便所なんかだったら間口で、そういうほんまこういうやつがおんねんって、115号みたいに嫌なことがあったらそこでやるみたいな、トイレね、もうパチンコ屋のトイレとかもそうやん、洋式トイレやのに横にわざわざうんこしたりとかね、嫌がらせでするやつおるんやって、それで持って帰らへんねんから、その入れへんねんで、その置いとくんだからね、やばいよね、もうそういうなんか八つ当たりみたいなやつってほんま最悪やな、人が不快な思いするやん、なんでその不快な思いをさ、広げようとすんのかがわからへんのよな、いや思わへん、その自分一人でやってるんだわかるけどさ、なんで不快な思いをさ人にまで連鎖させるんだっていう、関係ないやんか、パチンコ屋だけに嫌がらせするんだったらわかるけどさ、なんでその後から入った人間にまで嫌な思いさせんだよっていう、女なのに穴毛、なんでどういうこと、お尻の穴の毛ってこと、そんなん、お尻の穴の毛なんか生えてる女の人めっちゃいると思うよ、うん、全然いるでしょ、だ女の人だから体毛が少ないみたいなんて結構妄想ですよね、はっきり言って手入れしてはるかどうかっていうところの差であって、剃ったりとかしてない子だったら全然生えてる人多いと思うよ、うん、全体的に脇でもそうだしね、腕でもそう、指でもそうだし、すね毛もそうやしな、うん、
だからツルツルだっていう風な人の方が少ないと思う。まあ脱毛してる人はあれやけどね、だから脱毛できるぐらい毛があるってことやからね、そもそも黒いものがなかったら脱毛はできへんねんから、そうそう、女の人も別に毛生えてるよね。今介護脱毛する人がいる。いやその話もね、介護脱毛する人がいるとか言ってるけどさ、ね、言ってたよ、年寄りになったら毛が抜けていくんだから気にしなくていいっつって、なんでわざわざ介護されてる人のこと気にしてさ、ケツの毛をさ脱毛しなくちゃならないんだよ。そもそもそのケツね、毛があるとかないとか以前にケツ拭かれたくねえよ、もうそこまで来て諦めろよね、ほんまに恥ずかしいだろ、どっちにしたって、ね、毛があるとかないとかでその判断変わるか。おむつ変えてもらうときに大変って、いやだからその大変とか大変じゃないとかっていうこと別にもう気にする必要ないやん、それもそんなことになってんねんから、その人も仕事でやってんねんからさ、なんでこっちがわざわざ金払って痛い思いしてさ、なるかどうかわからないものやるのよ。いいよそんなの、一回剃ってくれ、それやったら毎回さ大変やったら剃ってくれよ。いやマジな話、家来たら1ヶ月1回剃ってくれ、そしたら1ヶ月楽だろね、そうそれでいいんだよ別にね、ありがとうだけでいいんや、ね、脱毛したい言い訳です。おばあちゃんツルツルでした、やっぱりなくなるんですね。亡くなる人が多いんじゃないの。いや俺はあんま分からへんけどね、それは亡くなる人が多いのかどうかはね、なんかそんなことまで考えてその活動できへんな、ジョリーはボーボーなの。いやでもあの人なんかあの血毛のジョリーとかも買ってたからね、血毛剃りのね機械とかね、脱毛なあ、まあまあまあ自分でやる、なんとかできますよ、逆に言えば自分で剃ってなんか綺麗になった感がいいし、何もないの楽だよって。でその不便に感じたことないけどね、今でもね生えててもそこまで不便に感じたことはないな、まあまあいいじゃないですか毛なんて、仕方ないよそれはね、生まれ持ってるもんなんだから。そうでしょ、毛が体毛が濃い人が嫌いだっていう人は諦めて、そうそういう人はそういう人でいいんですよ、諦めればいいんですよ、無理しなくたって誰のために生きてんのか知らんけどさ、で自分で処理すればいいんですよ。そうでしょ、でそれが嫌だったら剃ればいいんじゃない。155歳彼女にもしねそういう毛が生えてて嫌だなと思ったら剃っていいかって言って剃ればええやない。そんなことで悩むような関係性だったら付き合わなかったらいいんじゃないの、いや本当に そんなことだけで、お尻に毛が生えてましたから嫌いですみたいな、そんな程度で好き嫌いって言うんだったらもう別にねえ、しょうがないことは何回も言うけど仕方がないんだよ、好きな人がない方がいいって好きな人がない方がいいっていうのは脱毛すればいい。いやだからじゃあその好きな人がお金を出してあげるの？例えば俺が彼女がいてお尻に毛が生えてから脱毛してって言ったら俺はまあお金出すでしょうね、脱毛してって本当に言うならね。でも痛いし時間もかかるし日数もかかるんだよそんなの、やってくれる人いんのかね。まあ気にならないけどなそんなこと、白髪が生える前にやらないとずっと残っちゃうからね、そんなこと気にしてんじゃなみんなな、細かいね、細かい、そんなこと気にしてたら誰とも付き合われへんくなるわ、だって付き合うまで分からへんねんからそんな、
え、ガラスの花ひどいよね。そんな気にしないよ俺は、いちいち細かい。そんなものはね、それはまあ腕毛とか脇毛とかボーボーに入ったら言うけどね、そっと欲しいって、それ言えば OK だよ。桃奈々さんは腕毛がいっぱい生えてました。白髪になったら脱毛はできません。はい、だ白髪ができた時点で諦めてください。そう、桃奈々さんは腕毛がめっちゃ生えてましたね。そう、俺はいつも言ってます、彼女にね、腕毛それよって。だからあれもあいつほんまそう考えたら意識本当にしてへんやろな、うん、いやヒゲは多分大丈夫やったんちゃうかな。いやでもヒゲもワンチャン生えててもおかしくないと思う、よく見てないけど、うん、そうよ、あの結構ファサーって生えてるから、今の俺ぐらいはあるんじゃない、うん、これのちょっと薄い版ぐらい、これの薄い版ぐらいはある、もうちょっと色が薄い版ぐらいは、だから長さ的にはこれぐらい生えてるよ。あいつなんか気にしてない、それを、うん、まだ産毛っていうか産毛の長い版みたいな、俺の場合色濃いじゃん、これがもう薄い、薄産毛みたいな薄さだけでこうもうな結構長く生えてる感じやね、うん、そうだ、あの辺はだからもうあんまりさ外に出えへんのと多分人前に見えへんと思ってる、あいつは、うん、あいつはもしかしたらスネギもめっちゃ生えてる可能性がある。それだけね、あの手入れをね怠っております、桃奈々さんは。はい、桃奈々さんはしっかりと手入れをしていただきたいですね。こんなデブの俺が言うのもなんですけど、うん、ね、女性として、大変だと思いますけど、女性の方は非常に大変だと思うんですけど、手入れをしていただきたい、うん、そう。そのくせ酒の飲むとあいつはまあ豹変してくるからね、うん、アダルティーな女になるから、うん、桃奈々はね、あの酒を飲むと本当にあれよ、溜まりすぎてるからね、あいつはね、うん、フリーズさんおはよう、え、朝日入りすぎ、これがいいんやな、やっぱ朝日をしっかりと浴びとく、うん、毎朝こうよ、7時ぐらいからこう、うわーすごい朝日見ますか、今日の朝日、眩しいな、うわほらすごいでしょ、すごい光が、うん、眩しい、うん、神々しいね、うん、今日は昨日めっちゃ寒かったからね、今日は暖かくなってくれたらええねんけど、もう暖かい日はないんでしょうかね、ちょっと心配ですね。綺麗やろ、うん、あー、フリルさん、イルミネーション3つありがとう。もうちょっとで1位やねん、これ。見て。今2位やから。もう今日1位取りたいね。夜やらんと1位取れへんから、夜やらなあかんな。うん。お布団押したい。うまいな。うん。カガパチの予定ないかな、うん。今日はね、パチンコはね、せえへんと思う。もう昨日行って疲れた。もうええわ、パチンコ。うん、パチンコもうええ。今年1年1回も出てへんな、出ようとしたら雨降っててな、うん、もう今日はパチンコええわ、疲れたわ、うん、夜も配信ね、夜だから配信やってへんでしょ、でもまた夜配信やったらさ長くなってご飯食べに行こうとかね、飲みに行こうとかなるやろ、避けてんねん俺今、うん、昨日ダイエット成功、肉そばとあのつぶやいたあのご飯しか食べてない、昨日ダイエット成功やな、痩せたんじゃない1キロね、徐々に、だって俺今年ほら31日年末1日も仕事立つつもりやからさね、痩せないと立てないよ、仕事できなくなっちゃうから、琵琶湖一周チャリ旅大好きだった、あーもうでも無理やろな、体力企画やったらね死んじゃうかもしんない、うん、デブの1バカタレ1キロ重たいんだよ、これはすごいよ、ちなみに俺ね3日ほどご飯抜いただけで多分6キロ落ちるよ、今の状況だったらもう体に水分溜まりまくりやから、マジで6キロは減ると思うよ、3日間でそれぐらい体に水分含んでるよ、うん、
だってこんな炭水化物食べまくりやもん。もう体の中のグリコーゲンがやばいよ、うん、もうグリコーゲンで水がパツンパツンに含んで、そう、それをたったの3日間絶食とかするだけで体からシューって抜けていって、うん、もう金梅みたいになる。うん、でも金梅見たらわかるやん。金梅見たらわかるけど、半年間ぐらい飯食わないだけでガリガリになるってことですよ。半年でいいの、半年でね、半年でまともな食事をしなかったらあれぐらい痩せるってことなんだよ。ね、あそこまで痩せてる人間でもガリガリなんねんから、俺たちみたいな太ってるやつはもっとガリガリになるよ。うん、そう、やっぱ食事っていうのは本当ダイエットをガチでやろうと思ったら1年間でいくらでもやろうと思ったらできるんですよね。まあ健康不健康は置いといてね。健康なやり方不健康なやり方は置いて、そうそう、それは置いといて痩せれるっていうことですわ。本気で痩せようと思えばね。だから全てが言い訳ですよね、うん、肉そばとご飯で十分食ってるやないか。一日の総数ね、カロリーで考えた時に肉そばとご飯だけでは大したことないよ。そんなのカロリーなんか1000キロカロリーぐらいなんだから、うん、1000キロカロリーで食いすぎなんて言ってたら生きていかれませんぜ。デブはそれだけで、ね、やっぱカロリーが必要なんですよ。わかりますか。あなたたちの 1.5 倍ぐらい、てか 1.5 倍じゃないよね、あなたたちの体重が2倍近くあるんだから2倍ぐらいカロリー消費が必要なんだから、1年で20キロ。あ、マーキーさんで。え、マーキーさん、ダイエットしたことあるんや。マーキーさんなんかほんまに気にしなさそうやけど。一切気にしなさそう。食わなければ痩せる。簡単な。簡単です。そうですね。すみません。うん、え、この時間。え、マジですか？ありがとうございます。昨日から。助かります。ありがとうございます。うわ、惜しい惜しい、これ772。おっしゃどのサイトの、まあ、この時間帯はね、まあ、ほとんどね誰もやってませんからね、うん、惜しいな、惜しかったな、うん、1000キロカロリーぐらいは取っといた方がいいじゃん、うん、全くもうだから全く食べないダイエットはやらんとこうと思ってんの俺は、うん、みんながね文句言うから。だから今日から始まりました。ご飯はあのすき家の白ご飯と焼きサバとおろし大根、鬼おろし、うん、それに納豆混ぜて食べるんで、うん、湯豆腐食べてたらめちゃくちゃ痩せます。湯豆腐ね、うん、いや そんなあの湯豆腐みたいなやつは我々デブにとっては敵、うん、あの火付け役にしかならないよ、うん、だからそういうものは食べたらあかんねん。俺たちデブはそういうものを食べることによってよりね、なんかこう食べたのになんか物足りない、何か食べなきゃ、そういう信号になるから。そう。他の人たちは違うんだよ。そういうものを食べた時に、あ、なんか、あ、お腹膨れたな、カロリー低くてええわってなるかもしんないけど、俺たちは、あれ？おかしいぞ。こんなにお腹の中に物を入れたはずなのになぜかカロリーが足りてねえって。これに必要な分のカロリーを入れねばって、ぴゃーっつって、ね。そうそうそう。そういう脳になるから。だから我々はそういうものを食べるのはダメなんですよ、うん、湯豆腐ね。いや嫌いじゃないですよ湯豆腐、うん、嫌いではないんですが、湯豆腐を食べるっつうならやっぱそこに豚肉入れたいしゃぶしゃぶしたいよねとかね出てくるね。炭酸水でお腹膨らます、それはほらいつの間にか炭酸水飲んでたらそれがウイスキーに変わってハイボールに変わってね、またその暴食が始まるわけですよ、うん、朝日そうやろ、朝日みんなも浴び、朝日ね、配信やってる最中の朝日浴び、ちょっとでもね、うん、浴びた方がええで、当たらへんかったらもうな、もううつ病になるやろ、うん、朝ね今いい感じ。次はどこのファミレスに行きますかいやだから今聞いてた、今話あなたでちゃんと話聞いてたら流れ分かると思うけど、ファミレス行かへんやん、だから今ダイエットをねしてるのにおかしいでしょ、うん、まだだからあのうちのねあの若い者がいっぱいいますから、その男たちにやらせましょうか次ね。でもね次行くとしたら、まあサイゼリヤはもう分かったんで、次はやっぱりガストとかあの辺を あの辺に行ってみんなが食べないであろうものランキングを食べていきたい、ね、
ガストの幅をみんなに広げてもらうために、やっぱガスト行ったらこれだよねみたいなものを食べない、逆にね、うん、これ食べたことないけどな、それをやっぱり見て食べてみて、これは食べた方がいいのかどうかを進めていく、そういう風な見た人たちが得できるようなものをねやっていきたいね、うん、どうせならね、はい、コメダコーヒーで爆食いしてほしいです。あ、コメダコーヒーはね、俺食べるもん決まってるからね、うん、俺コメダコーヒーはもう一通り食べましたよ、うん、一通り食べた結果、私が好きなのはだから、あのトースト卵サンド、卵トーストね、わらびさん間違えないで、卵トースト、卵サンドって絶対言わないで、卵トーストやから、うん、これ卵サンドって言われると絶対普通のサンド出てくるから、うん、卵トースト、これはもう絶対間違えないで、そう、卵トースト、焼いた方じゃないとダメです、はい、ねえ、うん、あの卵あれは太るよ、でも絶対にデブは好きやで、もう食べた瞬間分かると思う、ああこの味ねって、あのバターたっぷりの、あ、バターからのからしみたいなね、うん、あんなもうザデブよ、多分あれ一個食っただけで3日分ぐらいのコレステロール取ってんじゃないかな、うん、ビーフシチューはまあポテトがなんか俺あれがっかりしたんだよね、ビーフシチューは、うん、美味しいけどなんか海苔乗ってるでしょ、なんか正直あれ海苔いるみたいな、ポテトサラダと海苔って何みたいなね、肉入れろよと思うのよ、ビーフシチューよりポテトサラダがさ目立っちゃってさ、これやっちゃったらそれもポテサラビーフシチューじゃないって思うのよ、っていうかポテサラシチューじゃん、ちょっとな、うん、だから俺ね、あのすごい好きなものを最後に避けとくタイプやから、でっかい肉やなと思って避けて食べて、最後食べてがっかりした覚えあんねん俺、ほんまにちょっとムカついたよね、うん、イラッとして、一番目立ってんのだってポテサラかよって、あれポテサラって気づく人おらんでね、あれはちょっと腹立った覚えがあるわ、米チキは食べたことないな、米チキね、どうせでもあれでしょ、それもまたチキンバーの方がうまいでしょ、うん、チキチキボーン、あれがうますぎるねんな、チキチキボーンがな、うん、イカリングかと思ったらオニオンリングだったみたいな、まあそれはわかるやろって話やけどね、うん、未だにそれ見てくれてるんですか、ありがとうございます、ありがたいな、コメダのお豆あんまり好きじゃな、コメダコーヒーのね、まあでもあれなんなんやろな、コメダコーヒーのあの豆菓子って、あの一番いいのは持ち帰れるようにしてくれてることですよね、あそこでセンスを感じるわ俺、うん、普通はね、あの豆なんていうのはこうなんか出してくるわけ、あれをその持ち帰れるようにしてるというところが逆にセンスあるよあれ、うん、あれ1057キロカロリーなんや、じゃあ1日1個食べてもええんや、だとしたら俺もう1日あれ毎日あれ食いて、あれ持ち帰りできへんね、でもな、持ち帰りができんねったら毎回あれ頼んでる俺、でもよかったよ、あの家の近くにさ、あの米田コーヒーができたから Uber Eats で米田が頼めるようになったんですよ、もしその卵トーストが頼めるようになってたら俺朝昼晩頼んでたわ、じゃあ1日3000キロカロリーだ、死んでたね、よかったな俺、助かった、うん、スキヤのキング食べきれた、いや俺未だにスキヤのキング食べきれたことないんですよ、未だにこんなに太ってる俺がなぜか食べきれたことがない、牛丼3つとか4つ食べれるのにね、牛丼キング食えたことないね、いやだからまあ多分調子が悪かったのか味に飽きたのかなんか分かんないけど、2回挑戦したことあるんだけど2回とも残した、なんかな、あのすき家のね牛丼ってさすごい酒効いてへん、なんかもう酒のあの味がもうすごいわ、うん、キングカレー、あカレーにしたらいけるかもしれんな、うん、いやだからカレーは多分いけんねん、カレーはサラサラといけんやろうけど、キング牛丼の方な、だ卵とかぶっかけて食えんやったらいけるかもしれん、うん、あと正直牛丼、あの酢の牛丼ね、
酢の牛丼で食べんやったら俺すき家が一番まずいと思ってるタイプやね。うん、これはほんまにあのね味が濃すぎるね多分な。すき家って吉野家が一番うまい、圧倒的にね。え吉野家、松屋、ほんであのすき家やねんけど、すき家だけ牛丼はうまないわ。でもやで、あのすき家の牛丼っていうのはそのチーズ乗せたりだとかね、いろんなもの乗せるやん。そしたらうまいね、抜群に合うわけよ。要はその何かと混ぜない限り牛丼の味が主張が強すぎてね、なんかね苦手なんですわ。松屋派の人も吉野家のな、もう吉野家の牛丼食ったら他のとこ食われへんで。やっぱり吉野家の牛丼うまいし、あと紅生姜も一番うまいやろ。吉野家の紅生姜ってあれだけで販売してへんのかなと思うけど、うまいわ吉野家の紅生姜。めっちゃ乗ってまうもん俺、なあ。ほら吉野家派多いからねやっぱりね。チーズ牛丼はまああのね、逆にね吉野家はだから前から言ってんだけど、トッピングが下手くそすぎんねん。トッピングと合わなさすぎるのよ多分元々のやつが。うん、吉野家の味を混ぜして、ああ吉野家のやつね、あれ確か赤ワインですよね。赤ワインとリンゴかなんかがいっぱい入ってるんだね。チーズ牛丼が足の裏の匂いがする、まあ、君とは座敷の席で飲めないね、うん、そんなチーズ牛丼の匂いがするやつが嫌すぎるんだけど。変やでそれ例え。だたまに言うよね、なんか足の匂いとか脇がの匂いとか言う人いるけど、どんな脇がの匂いしてるん。全然違うでしょ、チーズ牛丼の匂いと足の匂いって。マジ全然違うねんけど。それはほんま鼻おかしいって。その臭いというものを全部足の匂いで例えすぎだって。納豆の匂いっていうのはわかるよな、納豆っぽいのは。チーズ牛丼の匂いはおかしいでしょ。いや、足の裏、やばいよね。納豆はわかる、またなんか。ケバブが脇がって言ってんのもあんま分からへんな。そんなアポクルさんね、そんな感じの匂いしてるか。吉野家は BSE 問題の時から食べてません。もうめちゃくちゃ古い問題やね、 BSE 問題って。 BSE って狂牛病みたいなやつやったっけ。相当古いんじゃない。タコスがほら、タコスが脇がとかさ、ちなみにパクチーとカメムシの匂いっていうのはなんであんな連携されてるのか分かんないよね。俺カメムシのね臭い匂いっていうのがいまいち分かってないんですよ実は。あんま分かってないから、だからあれがカメムシの匂いやなんやなと思ってたけど、まあ全然ね。でもパクチーが美味しすぎるっていうのは、でも俺209号さん、そういうこと言ってる人って最初から美味しいと思った？食べた瞬間から。俺はもう食べた瞬間も吐き出しそうになったからね。こんなものをご飯と合わせて食べようとしてるやつって頭おかしいだろと思ったんだよ。俺はだからその初めて食べた時に、そのあの近所の原っぱね、うんこっこ島って言ってた原っぱがあったんだ。あそこの原っぱの匂いがしたもん。あそこのそのうんこ小島で走り回ってた時に、草を踏みつけた時に上がってくる香り、なんだこれと思って、そう、そこで臭くてさ、でこんな臭い匂いなんやねんって、誰がこれカレーとのせんねんと思って、それからえらい長い期間空いたよ。ずっと長い期間が空いて、でもやっぱ頭の中に常々みんながそのパクチーブームになったやんか。パクチーが美味しい美味しいってみんな言う。意味が分かんなくて、なんでそれパクチーが美味しいっていうのはどういうことやねんと思うわけ。理解ができなくて、でもずっと頭に残ってるから改めて挑戦してみたら、そのやっぱその香りと思って食べるといけるんや。もう最初からその匂いだと思ってやっているといけるんですよ。そうすると次からその香りがないと、なんかこう夏の足りない物足りなさ、あの匂いが欲しいみたいな感じになるんよね。だから俺がいつも言ってるそのタイ料理屋では絶対パクチーを入れてほしい。入れないと物足りなくなっちゃうんですよ。パクチーのあの香りが良くてっていう。いや本当ね、
まあルートビアとかも一緒やろな、あんなもやっぱ癖なってるけど分かって食べればいいんでしょうね。まあ食べれない人は無理に食べる必要性ないからね。そう、アナ無理に食べる必要ないけど、でもパクチーはやっぱりその初めて食べた衝撃を受けるじゃないですか。それをその香りだと思った上でもう一回食べてみてほしいという気持ちはある。2回目食べるとあれ案外いけるなっていう、構えて食うとね。一番最初にみんなが美味しい美味しいって言ってるから、まあ大丈夫やろと思ってパクって食べたらえってなるけど、最初からそういうものだと思った上で構えて食べれば、前こんな味だったらこういう香りだったよなと思って食べると、あれ案外いけるやん。みょうがもいいよな、美味しいわ。俺もみょうが大好きだからね。サムギョプサルにごまの話の大葉のとこも嫌いでさ、マーキーさんと会うわ俺はね。いつも俺もごまの葉言うてますから、ごまの葉のキムチも美味しいですからね。びっくりドンキーのチーズバーグディッシュがいいと。びっくりドンキーにね、俺があんまり行かない理由はやっぱりそのトッピングが限られてることやね。あれがやっぱり俺はちょっと納得できへん。意味がわからないよね。その2個までしか乗せたらダメですみたいな。あれ取っ払ったらもっとね流行ると思うよ。なんでその2個しか乗せたらダメなのよ。本当にあの理由を教えてほしい。もっと乗せたい人、例えばチーズもダブルにしたいとかあるじゃん。チーズダブルとかトリプルとかしたい可能性あるやん。できへんねそれが。チーズバーグ、例えばそのポテサラバーグにチーズと卵を乗せたりしたらそれできませんってよ。はぁって2個までトッピングが2つだ、実質言えば1つまでだから、元々のやつにもう1個しか乗せられないみたいな感じなんだよ。いや理想はだからそのチーズダブルとかにしたいし、なんかもっといろいろ他のものもあるじゃない、入れたいよ。だからでもそもそもね、はっきり言っていい、ハンバーグまずいやん。でこんなこと言っちゃなんだけど、びっくりドンキのハンバーグ全然うまくなくない？うまくないでしょ、びっくりドンキのハンバーグなんて。あれ何がうまいの、あれうまないやん。あれ美味しい。あそう、全然うまいと思ったことないな、びっくりドンキのハンバーグ。全然うまいと思ったことない。あのなんか肉感が全くない。家で作った方がうまいな。家のハンバーグの方がうまいって俺断言できるわ。びっくりドンキのハンバーグやって、だからあれもそうやね、トッピングがついてありきのハンバーグやね。そこと一緒やね。だから俺びっくりドンキでココイチと似てると思う。ココイチもカレーだけで食ったら全然うまないけど、トッピングと合うカレーやね。トップでね、そのめちゃくちゃ合うカレーを作り上げたという。でそのびっくりドンキーもそうやね、あのなんか変哲だから、びっくりドンキーのあのハンバーグだけ食えと言ったら絶対食われへんで、ね、なんか乗ってるし好きやね。あれ天平、そう前も言ってませんでした、天平キムチ。天平キムチは何なの、どこなのそれは。確か前もなんか言ってましたよそれ。なんか鶴橋かなんかの話してた時に言ってましたよ。千葉の店とか買えない、そなかなかね。でも海苔の佃煮キムチね、海苔の佃煮系キムチ、ね、いいっすよね。俺は今まで食べて美味しいと思ったやつは海苔ね、海苔のキムチ、スルメのキムチ、あとはごまの葉キムチ、この3つが俺はキムチの中で衝撃を受けたキムチでしたね。なあほら家の方がいつてやほらね。でこう俺と皆さんに言いたいんですよ、あのココイチをちょっと前に頼もうとしたんです、ウーバーイーツで。そしたらなんとちょっと前に復活したであろううずら卵フライがなくなってたんですよ。たまたまその日がなくなっていたのか、また外されたのか、どっちなん。もう俺はショックなんだよ。昔はねうずら卵フライはね5個乗ってたんだよ。それが今3つになった。しかも串に刺さってたよ。
この一個一個コロコロすんでたから串に刺さった状態で出てくるからね。うん、あれどうなったんだよ。あれは絶対必須なんやって。うずら卵フライ美味しいのに、なんでうずら卵フライを買わないわけ、みんな。わけがわからない。一番買うでしょ、うずら卵フライ。美味しいじゃないですか。いや、ハーフじゃない。ハーフでも調べたけどなかったよ。うん。ココイチのトッピングで一番美味しいのは、ガーリックトマトだから。うん。ガーリックトマトを入れてココイチのカレーを食べてください。はい。もう、それだけでココイチのカレーは、まるでホテルの、あの、カレーかのような。まあ、それはめちゃくちゃ言い過ぎなんだけど、あの、繊細さはないですよ。繊細さはないですけど、ガーリックトマト。これ気をつけてほしいのは、ニンニク、いや、2種類あるから、トマトガーリックみたいなやつ。気をつけて。トマトペーストの中にガーリックが練り込んだやつがあるんですよ。それを入れると、ココイチのカレーはもう本当にバツンと、味が爆発的にうまくなるから。そう。やっぱね、あの、ニンニクがか、トマトとニンニクっていう組み合わせ最強やね。うん、そう、ガーリックトマト、あれはもう本当に、あ、じゃあ旨辛ニンニクは違う、それと間違ったからね。旨辛ニンニクとガーリックトマトマジやばいから。そう、あれを入れたらカレーだけで食えるわ、ご飯。うん、あれなかったらカレーだけで食われへん。まあ全部入れずとも半分ぐらいまず足して入れていくのがありかもね。ガーリックトマトを全部入れてしまうとトマト感がすごく強くなるんで、半分ぐらい入れることによってちょっとね良くなったりします。これね、ほら今マーキーさんが教えてくれてるけど、家でご飯食べへんからな、うん、でもみんな天平キムチね、調べてみてください。海苔バージョン美味しいらしい。店に置くもありかもな。でも頼んだな、アサリ、ああ、アサリ煮込みも美味しいな。美味しいと思う。アサリ煮込みもいいけど。俺のココイチ一食だと2000円近くでしょ。いや、現地に行って食べればそんなにいかないんじゃない。うん。ウーバーイーツで2500円ぐらい。それぐらいする。ミータさんおはようございます。インディアンカレーあるよ。食べたこと。でもインディアンカレーはあんまりおすすめできないかな。俺は。あれは、あのカレーは、やっぱ独特ですよね。グラムは400。俺は400グラムしか食べない。インディアンカレーは、ものすごい甘くて辛いカレーなんだよ。甘さの中に辛さがあるみたいな。独特なカレーだよね。あれ？甘かったっけ？インディアンカレーって。とにかく辛かったの覚えてるんだよ。甘辛かったよね、確かね。上等カレーも甘い感じやったん違ったっけ。ちょっとその辺の味も忘れちゃったな。いや、淀カレーが甘かった。何やったっけ、上等カレーってどんなやったやろ。もう甘くてね、辛いという。ほんでまたあのピクルスみたいな、キャベツのピクルスがあんねんけど、それが人気なんや。白いやつでね、福神漬けみたいな代わりにキャベツのなんかピクルスが乗っとるんやけど、それがすごい人気でね。サイズは結構あるよ、ココイチは。800g とかにして食べてた時期あったな、一時。ほんまにめちゃくちゃご飯食べた時は。ココイチ 800g ソース追加。それぐらいまで行ってた時やったね。だって400っつったら普通の人の3倍ぐらい食ってるよね。大の大人で食べてる人がさ、カレーをさ 150g で食べてる人がいるっつうの。大人で、男やで。 150g って普通で、確かあれ300違ったっけ。半分やからね。カレーのルーの方が多いかなっていう。びしゃびしゃなで、あれ。いや、女の人で 150g やったらまだわかるで。おはようございます。ああ、ありがとう。A の方ね。ありがとう。今日こそは1位取れるかな、これ。スロットもありがとう。ゴーゴーカレーな。俺はね、あの、金沢カレーちょっと苦手なんですよ。金沢カレー俺苦手やね。好きな人は好きやろな。あの、脂っこい感じで、デブのくせに何言ってんねんと思うんだけど、なんかね、金沢カレーはね、苦手な意識がある。
でも色味はめっちゃ好きやね。あの金沢カレーのあの色こそ、あれこそまさに俺の好きな色のカレーって感じすんねんけど、食べたらまああのキャベツ乗せてきてるところがまずあかんのかもしれへん。キャベツをどけろよと思うわ。ゴーゴーカレーは特にそうやけど、あとほんであの銀色の皿に銀色のスプーンキーキーなる、あれもあかんの俺。あかんねん、あれも苦手な部分や。だからダブルで苦手なの出てるね。どんなカレーなんですか。まあ一言で言うとくどいよね。うん、くどいカレー、うん、で色味ほどそんな味がなんかすごいこう濃い なんつうのもうとにかく脂っこいのよ。なんかすごいこう黒い、めちゃくちゃあんな黒々しく煮込んであるんやから、すげえ深みのある味なのかといったらそうでもなくて、ただただくどい、それが嫌やね。いやだからキャベツ乗せる理由はくどすぎるから、キャベツと一緒に食べないで食えへんやと思うよ。うん、もうこってりすぎて。だからちょうどそのキャベツと混ぜて食べることで食べやすくなるというか、そういう感じなんやと思う。それ以外で考えられへんもんな。うん、いやだから好きな人はめっちゃ好きやと思うよ。でもゴーゴーカレーっていうのが、まあ、全国で見てあんまりその比率高くない理由もそこなんだと思う。なんかそのハマる人はめちゃくちゃハマるけど、ちょっと人選ぶなっていう、うん、だスープカレーよりも、まあ、スープカレーもな、カレーって言われたらどうなんて感じやしね。うん。キートンってなんか懐かしいけど、キートンさんって誰やったっけ？もう忘れたわな、名前とか、うん。ピッコロカレーは、あの、大阪にもあるよ。匂いがいいんだよ、ピッコロカレーは。目の前通るとさ、カレーを食いたくなる。本当にね、カレーを食いたくなる匂いしてるのよ。うん。UK ありますよ。ええ。UK あります。UK はね、あの、ケンスケさんが教えてくれたんかな、確か。サーディアかケンスケさんが教えてくれて、UK 行きました。2回ぐらい行ったことあると思う。うん。確かに量多いですよね、ここね。未だにやってましたよ。うん。サンマルク食べたかな、俺。っていうかね、結構いろんなところで食べてると思うんだけど、サンマルクもいいんですよ。そう、配信させてもらえるんですよね。うん。サラキーとして食べ終わったらトントンする。あー、なんかいたな、そう、あー、はい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 。あの、おっちゃんやったっけ、キートンって。ちょっと、もう忘れちゃったね。うん。セカンさん、わかんない。50とか言われてたよね。わかんない。俺はあのやっぱり食べ物は好きやから。でもピッコロカレーとかはその匂いにつられて食べに行ったことがあるんですよ。食べに行った結果っていう感じやった記憶がある。配信で行ったと思うんですけどね。ほんとカレーはね、めっちゃいろんなカレーがあるから、まあもちろんそのインドカレーもそうだしね。今年のクリスマスは何を食べますか。お前さ、クリスマスの日に何をするかじゃなくて何食べますかって、俺何想像してんねん。その時の気分で食えよ。そんなクリスマスを夢見てワクワクしながら食べるもん決めへんねん。これだけでケンタッキーは食わへんで。ケンタッキーは全然食わへん。あれ無理やり流行らそうとしすぎやからね。クリスマスはケンタッキーみたいな、誰が食べんねんあれ、いらんで。コロンビア8、モスティキンは美味しいけどね。だからまあケンタッキーじゃない、まあクリスマスの日は何やろな。クリスマス何するやろ。まあ、配信するのはもう絶対すると思うけど、何するやろな。チキチキボン美味しい。チキチキボン最高の美味しい。この間食ったよ俺家で、めっちゃ美味しかったよ。一角で、はい、でもな、マーキーさん、いろんなところのね、骨付き鳥を食べました。結果、一角が一番うまいっす、あれ。マジで。うん、もうね、一角に勝てるね、骨付き鳥の店ないですわ。あれがね、流行る理由わかる。あの、他のね、骨付き、まあ、一角も今食べに行ったらそうなんかもわからんけど、もう、鳥まず小さいし、もうなんか、旨味が違うし、全然違いますね。
もうちょっとね、一角はね、もうやっぱ群抜いてると思う。他のところも骨付き鳥みたいな感じで出してるやつ何個も食べましたけど、どれも美味しくなかった。もう見た目が貧相だもん。うん、焼いたらなんかもう骨付き鳥っていうか骨肉やみたいな。やつが出てくるからね。わ、一角食いたくなってきたな、そう考えたら。で、一角はね、レンチンでもうまいんですよ。うん。そう。お取り寄せでも美味しいでしょ？あれ、家でレンチンでやっても美味しいんだ、あれ。それがまたいいよね。買わずって食べたことないかもな。お取り寄せあるよ。うん。レンチンでいけるんですよ。で、レンチンでも全然美味しいよ。店に持ってきてくれたりとかするときがあるから、そのとき食べんねんけどね。うまいね、あれ、ほんと。大丈夫です。全然いけます。はい。まあ、やっぱりね、しっかり親鳥をね、うん、ひな鳥もうまいんだけど、やっぱ、親鳥やな。親鳥2羽ぐらい食いたいね。あそこ配信もやらせてくれるんですよ。いいとこですよ。うん、いつ行ってもいっぱいやもん。冷凍、俺冷蔵しか食べたことないんかな。ごめん、冷凍のやつは食べたことないかも。冷蔵しかないかもしれんわ、もしかしたら。あ、冷凍はちょっと味違う可能性あるな。さすがに。ちょっと覚えてない。冷蔵やった気がするわ。そう。でもまあ、冷蔵でもね、受け取ってすぐ食やいけるんだから。うまいね、あれは、一角は。で、耳たぶさん、あんた今どこに行ってんの？あれって。出張って、次は。あなたの仕事上、そんなに飛びまくるって、ほんま、どうなってんの？千葉。ああ。というのは、やっぱあなたは、もう全支部のとこに行って、なんかやってる人なんや。やばいね。重役やん。あなたが配信上でそんなコメントとか書いてるってみたいな、会社の人なんて言うんやろな。え、あの耳たぶさんがって言うんやろな。天平キムチ出た。天平キムチを食べてほしいって千葉県の。海苔のキムチがうまいんやて、耳たぶさん。うん。送ってくれるか、それ。うん、いや、うまい。これだから全国の美味しいものを、ね、伝えていくため、伝えようと思ったらもうほんま、キリがないよね。いくらでも言えちゃうよ。アマゾンでも天平キムチ売って、それ偽物ちゃうか、わらびさん。俺アマゾン信用してへんからな。アマゾン不安になるやん。いや、わからへんで。同じような名前の商品出してる可能性あるからね。流行ってるものの名前と同じようなやつを出して、ネットで売りさばいてるとこ結構あるから。怖いで。販売元がそこの天平の場所やったらいいけどね。千葉県天平キムチ。何で知ったんや、マーキーさんはね、そもそも。千葉県に行って、わざわざ海苔のさ、キムチなんか買わないでしょ。千葉のどこにあるんですか、天平キムチって。マーキーさんが言ってんだから美味しいと思うで。あ、スーパーで買ったんやって。スーパーで売ってる商品なんや。ほら、ね、評価が桜からが危険だ、これ。気をつけなきゃ。ああ、移動販売で来てたってことか。スーパーに移動販売で買ったって、ああ、なるほどね。そういうことね。移動で来てたってそういうことか。移動販売ね。ああ。なるほどな。キムチを移動販売で売るぐらい。うん。マーキーさんは大阪の配信者。兼、まあ、リスナーさんでも、リスナーさんというか、マーキーさんでどっちの方が長いんでしょうね。リスナーの方が長いのかな。うん、みんなで聞いて、一回買って帰ってみ。喜ばれるかもしれん、ね。兵庫のスーパーでも、あ、そうなんや。有名なんやな。うん、あ、もう配信5年目。あ、じゃあまあまあ、もうそこそこ長いっすよね。最近全然やってるの見かけないけど、ちょっと前まで毎日やってたんだよ。雅子とも付き合いがありました。雅子と一緒にご飯を食べに行ったり釣りをしたりね。うん、そう、今一角のオンラインに注文してみました。冷蔵で頼んだん？冷凍？冷蔵？どっちで頼んだん？それオンラインの69号さん、
あ、冷蔵、あ、じゃ冷凍はないんや。あ、ほな、いいや。絶対いいで。親鳥と雛鳥どっちも頼んで。まあ、でも、その、正直わからへんで、俺ももう1年ぐらい食べに行ってへんから。うん。もしかしたら肉がめっちゃ小さくなってるかもしれない。これ今の時代だからね。でも、味はね、間違いなく美味しいと思う。クリスマスパック何それ変わってないの今も。うーわ。じゃあ、抜群だと思うよ。自分の家の近くの骨付き鳥を調べた調べてもらったらわかるけど、間違いない。新梅田の食堂楽に、食堂街にある、新喜楽の鴨鍋ランチ、本気で美味しいので、ぜひ。新喜楽って、2階じゃなくて1階なの。新喜楽ってどんなやったやろ。鴨鍋ランチ。鴨鍋ね。うん。親鳥、雛鳥の、飯セット。あ、どっちもあるのね。ご飯もついてくんの？まあ、ご飯は必要やで。やっぱりその、最終的にその親鳥、雛鳥を食べた後の油を全部ご飯に絡めて食べるというね。うん。そうそうそう。鴨か。鴨も美味しいな。うん。でもさ、鴨って焼肉に出てこないよね。あれすごい不思議じゃない？なんでなんやろ？なんか、ね、大体蕎麦とか、うどんとか、鍋とかね。ああいう煮込み系には出てくんねん。なんで焼きがないんやろ？硬すぎんのかな？うまそうや、見た目は。まあ、ちょっとボタン系で。そうなん？いや、僕、ジンさん無理なんですよ、マーキーさん。もう、俺もう本当にね、もう、いつも言ってますけど、北海道の人の嫌いな部分が、あの、ジンギスカンを進めてくるところっていうね。ジンギスカンを進めてくるところが北海道人の嫌いなところみたいな。なんか、本物のジンギスカンを食べてくれみたいな、こと言うのよ。俺ね、ジンギスカンはね、すごくそのいいところも連れてってもらって、で、人生で一番臭くないジンギスカンを東京で食べさせてもらったんですよ。で、それは確かにほんまに今まで食べてきたジンギスカンの中では一番臭みがなかった。最も臭みがなかった。まあ、例えるならば、ハラミですよね。で、食べたんですよ。でもやっぱりあかんかった。もう最後のその臭みが、どうしても匂いがやっぱちょっと残って、うん。そこのお店では何切れかね、食べれたんですけど、とにかくやっぱりこう最後に出てくるあのふわっとした、ね、ラムが苦手なんですよ。どうしてもね、そう、最初タレがついてて、カッと食べた時は、肉もね、あ、美味しいな、つって柔らかくてうまいなって思って、あ、ほんまや、全然臭みない、ふわっ、そう、ふわが、やっぱ出てくるなという、だからその匂いが出てくるまでに飲み込んでしまえばいけるんかもしれんけどねえ、まあそうそう、あれ乳臭いっていうのかな、独特な匂いするよね。そうだからやっぱりね、そうなんですよ、そら牛と豚には語れへんね。スープカレー、なんでいきなりそのラム肉の話からスープカレーの話になるのかわかんないけどさ、ちょっと8時になったのでカーテン開けます。カーテンで窓開けます。さあ、本日も換気換気換気をしたまえ。さあ、今日も一日の始まりだ。ホットモットのジンギスカン弁当がうまい、信じられへん。そうよ、ピンク着ないと。いいなあ、このピンクのジャージ、いいね、いい。
寒いも外。本当なんかすごいザ・ピンクって感じの色だね、これ以上のピンクがあるのかというぐらいピンクだよ。これと同じジャージ欲しいわ、違う色で、外で着るも全然着れるよ、全然着れます、配信してたらね、私は北海道人ですがジンギスカンは恐る恐る食べたから、北海道で恐る恐る食べることあんのかいな今から何するの、今から、いや特に決めてないな、何をするかなんか決めてない、何かしたいということは特にない、今日もダイエットに勤しもうと思ってる、とにもかくにも今日も頑張ってダイエットね。正月仕事に出なくちゃならないね、やはりそれを考えると、あ、ちなみに、ケンスケさんをタイに連れていく日決まりました。はい、皆様決まりました。2月のねサニーの時に連れていこうと思っております。はい、なのでもそれ確定で、皆様ついに確定でございます。2月のねなんか半ばか後半らしい、その時で一緒に連れていきます。はい、そしたらね花ちゃんもちょっとお金楽になると思いますんでね、そこで連れていくために、まあもうちょっとしたら予約取ります、飛行機のね日程が決まったら、そこで確定させます。でまあまずパタヤでサニーと過ごすのと、その後に観光をねしたいと思っておりますんで、そちらの方もよろしくお願いします。何日間かサニーといてね、その後ほらバンコク行けばいいから。今日はすき家に行かないんですか。今日はすき家に行かないって、別に毎日すき家に行ってないけどね、いつ俺がすき家に行ったのかな。タイね、いいですよタイやっぱり、俺もちょっと1年間に2回1年間というかキンキンにタイ2回行くの厳しそうだから、サニーのやつに合わせ、もうサニーのやつは行く約束してるから、そこに合わせて一緒に行きましょう。な関空から行けるからね、女買うだけやん。だから249号はな、ちゃん考えて言ってる本当にね、249号がいて女買うだけって、日本で買うのと大して金額が変わらないのに、なんでわざわざタイで買うんだよ。日本で買えよタイ人を、いるだろ、タイ専門風俗もあるんだから、そっちの方がマシだろ。タイまで行って40万払ってお前誰がさ買いに行くんだよ。本当にお前みたいなやつってね、浅はかなんだよ。そんなもののために行く人いません。やっぱり一番ご飯、とにもかくにもご飯です。もう本当にタイのご飯がうますぎる、いや今回も55番行かないんじゃない、だって行ったもんもう、もうだから別にサニーが行きたいって言ったら行くかもしれないけど、別に55番行く意味ないよね、配信できないし、それやったらもっと配信のできるとこ行きたい、女性を買うと言わないでサービスを受けると言ってほしい。いやそこのこだわりいる、そこのこだわりはいるか。それはやっぱりそういう、なんだろう、むしろそういう背徳的なね言い方をすることにより男性は興奮をして、そして女性は利益を得るわけですから、それで僕はいいと思うんですけど、そういうところでプライドを持ってしまうと、もうそういう商売って成り立たなくなると思うんですよね僕はね、まあもちろんですよ、その言い方をしたからといって、勝ったという言い方をしたからといって女性をおもちゃのようにぐちゃぐちゃにしていいというわけではございませんけれども、そういうふうな発言で一部の男性は興奮する人もいるわけですから、それで僕はいいんじゃないのかなと思いますけどね。どうでしょう、僕そういうプライドマジでいらんと思うよね。だとしたらそういう商売しなくていいと思うな。いやだからタイの人がまずね、タイに行くことのいいこと順番に言ってきますよ。まず一つ目ね、まあ配信が大抵のとこどこでもできます。はい、配信がどこでもできるとこ、これもう日本よりできるんだから、日本でできなさそうな場所でもできます。これ一つ目ね、配信にめっちゃ向いてます。はい、その次二つ目、ご飯がうまくて安い。はい、とにかくご飯が安いです。まあ日本で食べるところの多分3分の1ぐらいの値段で食える。
まあ、3分の1は言い過ぎかな、1食300円あれば300円400円で食えると、1食腹いっぱいになると、うん、だ300円やな、400円は言い過ぎか、いやでも4バーツが今上がってるから400円、あ400円ぐらいもあるかもね。でも日本で食べたら多分おそらく1500円ぐらいするものがね、400円ぐらいで食えるわけだから、うん、でやっぱり3分の1ぐらいと考えてもいいんじゃないかな。でまず安いで、お酒ね、タイはハイボールがあります。はい、韓国ね、台湾行きましたがハイボールないです。はい、ハイボールがある、お酒も合ってますね。で衛生面に関しても僕非常にやっぱり潔癖じゃないんですけど、一部潔癖な部分があって、それもクリアしております。はい、僕みたいなある程度の潔癖な人間でもクリアできております。なのでバッチリです。はい、でタイに行くとね、やっぱあったかいんでね、もうなんて言うんでしょう、何もしなくても許されてる空間 という分かるかな。例えばタイに行くじゃない、その何かしなくちゃならないって考えなくて済むんですよ。別に何もしなくていいよな、こうボケーっとして、なんかボケーっとほんまになんか時間が経つのを待ってるだけでいいよなみたいな、そういう空間、そんな感じがある。例えば向こう行って働いてる人見てもずっとスマホ見て適当にやってたりとか、なんかなもう緩いんですよ全体的に。その緩さがねいいんですよ、なんかこうなんかしな、どっか行った時で何かしなくちゃならないみたいな焦りがないというのか、これはパタヤに限られるかもしれませんけどね、ちょっとそのバンコクとか行くとまた別かもしれないけど、そういうところが良かったりするわけですよね。で悪いところで言うとトイレがすぐに行けない、これはね、タイに行くとトイレの番人がいます。トイレの番人にお金を払って入らなくちゃならないんだけど、もうギリギリの時に行ってしまうともうとんでもないことになるから、慣れない小銭を出してこれかあれかって調べてパッて出していかなあかんから漏れちゃいます。はい、あと便座がすごく高いです。はい、なので我々はつま先立ちをして立たないとおしっこができません、うん、そうなんで朝からつまらない配信見せられないといけないの、選んでんのあなただもん、だって255歳、俺見せてない、見せてない、あなたが見てるのね、それ間違いだから、あなたがただ見てるだけ、うん、やめてよ人のせいにすんの、怖いわ、自分から勝手につけといて怖いよこれ、恐ろしいな言ってること、うん、トイレはね無料じゃないのよ、うん、あまあその要は店とかについてるトイレは無料やで、それでも店の中でもお金取ってるとこあるわ、よう考えたらあるある、お前店に入るやつもタダじゃないとこあるわ、よう考えたらあります。はい、なんかでっかいムー型っていうね焼肉屋みたいなとこあるんですよ、焼肉屋みたいなとこ奥行ったら番人おるよ、うん、レシート、ああそのとこもある、レシートの番号入れてピッて鍵開けて入るところね、それもある、うん、公衆だから、その公衆的なやつが全部お金取られる、うん、公衆的なやつが門番が多い、でもそんな言うほどめちゃくちゃ汚くはないよ、やっぱり定期的に掃除してるから、うん、そういう人たちがいて掃除をちゃんとしてるから、うん、まあマシ、うん、思ったよりタイは大丈夫だね、うん、で俺はお腹当たったことないけど、でもやっぱり水氷が良くないらしいから、そこだけみんな注意しないといけないだろうね。俺は全然屋台の氷入れて飲んでも大丈夫やった、うん、大体ねミネラルウォーター売ってるから、ミネラルウォーター買った方がいいだろうけどね、そうそうそう、空港のトイレだ。あサラダもね、やっぱサラダも水で洗ったりするしなんですかね、うん、まああとはハエ飛んでくるから、そういうのが無理な人は無理やな、うん、もうどこ行ってもなんかもう虫がわーって行ってるところがあります、うん、虫が飛んでるところはある、うん、たまにね、で思ったよりも少ないよ、思ったよりあんなに暑いからもっと虫いてもおかしくないやろと思うけど、思ったより少ない、うん、思ったよりもね、ちょっとはそりゃいるよ、ちょっとは全くいなくはない、ちょっとはいますよ、うん、
女の子が着るならまだしも G のピンクは似合ってません。あ、まあ参考にさせていただきます。ありがとうございます。街は全然臭くないよ。日本の屋台がダメな人は 100% で、まあ全然無理かもね。うん、全然無理かも。いや、日本より涼しいはあるかな。いやー、どうやろう。俺は日本より涼しいと思ったことはないね。うん、どこも暑いと思ってる。常々暑い。イラってするぐらい暑いね。だから言ってるように、その冷却ファンをつけてないと外配信できへんねんから、うん、ね、熱暴走するんですよ絶対に。だから必ずファンが必要なんですよ。そう、それがちょっとめんどくさいよね、うん、いや向こうも湿気あるね。これがまた湿気があるんですよ。すごい湿気が、うん、海外はカラッとした暑さが好きです。いやそれはないねんな。あったらええで、うん、俺もタイってカラッとしてると思ってたよ。全然してへん、全然してへん。ほんまに腹立つぐらいにカラッとせえよと思うけどね、うん、全然してへんで、うん、そこが問題やねんな。そう、まあ入ってだからもう空港から降りた瞬間にモワって、うわ来た、タイ来たみたいな、モワみたいなハワイはそうな、ハワイ高いやろ。でもなあ、ハワイって行ったことないけど、ハワイ行けるようになりたいな。それだって行くだけでいくらかかるって、飛行機だけでもうん十万かかるんでしょ。ねえ、飛行機だけでうん十万、ホテルご飯一食5000円って言うやんか。高いやろねなあ、ハワイはカラッとした気持ちのいいやつだ。そうなんや。だ、年中泳げるんでしょ。だってハワイね、年中泳げへんのかな、どうなんやろ。綺麗な海は、海泳ぐ人やったらいいんかもしれんけどな、そんな海めちゃくちゃ泳ぎたくないわと思ってる人からしたらええとこなんかな。ハンバーガー2500円、まあなんか日本の観光地やな。あ、そうな、一回行ったらやみつきなの。まあちょっとお金ががっぽり稼げたらハワイ行ってみようかな。一回ぐらい、人生で一回ぐらいはね、ハワイ行ってみたいよね。うん、お盆のハワイもおすすめ。ハワイは塩分濃度高いから誰でも泳げる。あ、そうなんや。あ、ちょっと行ってみたいね、一回ぐらい。でもなんかスマホ持ちながら歩いたらあかんとかっていう話も聞いたからさ、配信には不向きなんでしょ多分ね。ゴキブリもいるんや。だからもう昔はね、正月といえばハワイみたいなね、芸能人もハワイみたいなのあったけど、今は違うんでしょ。ハワイのカレーライス3000円、誰が行けんのそれも。ねえ、そういうの気にしながら食うの嫌やわ。やっぱりご飯はいっぱい食べたいからね。うん、グアムがおすすめ。グアム言うよな。そうか、やっぱグアム3時間で行けんや。タイより近いやん。なんグアムの方がいいんじゃない、パッて行くんやったら。なんやったらグアム配信いいんじゃない、あんのかな電波。グアムって全然配信やってる人いないよね。なんでなんやろ、グアム配信って見たことないよ。誰しもが行ったことありそうなとこやのに、あんまり配信に向いてないのか。まあ、すぐ飽きるって言うけどね、グアムって狭いから。観光地もあんのかな。そもそも海と配信って合わないじゃないね、泳ぎながら配信なんかほとんどできへんから、うん、ああ、やっぱ別に何もないんやな。じゃあやっぱりそれは配信じゃないな、配信で行くとこじゃないな、うん、バングラディッシュですら時給3000円。へえピストルはだってタイでも売ってたもん。タイで売って遊んだよ。
ょっとすごいな。すごい寒い。すげえよこれ。寒すぎるね。寒、ほんまに寒いわ。朝がこう縛れるようになってきたな。よいしょ。ね、ゆっくり吸うだけね。ピストルももう一回てかね、ピストルってあの想像通りやで、あれほんまに。うん、だから何か違うんかなと思うけど、想像したまんま、うん、大体こんな感じなんだろうなという衝撃がまんまそのまま来るね。ええ、だからなんかめちゃくちゃ高い割に、だからそんなあれだね、刺激的なところの方が面白そう。いや、やっぱりほら、行くとしたら配信でいろいろ回れる方がいいからね、だから海っていうのはそもそも配信に不向きなんで、やっぱりこう配信、海がメインのところは配信で行っても意味がない。うん、あんなに喜ぶの。いや、女性の人も結構売っとったで。うん、スカイダイビングしてみてほしい。配信でできへんからね。いや、片手で打てるよ。うん、全然片手で打てると思う。でも片手で打てるけど、そのやっぱしっかりこう肩入れないとガンってなるだろうね。うん、マグナムも打ってきた。うん、マグナムがめちゃくちゃすごい。まあでもそんなすごかったかな。うん、片手で打てると思うけどね。うん、でもそれだからさっきも言ったけど、こうなんかピパンパンみたいな、こうパンパンパンみたいなんじゃないで、パンみたいな。うん、しっかり持たないと打てないと思うけど、持ったら打てると思うな。うん、宮古島、まあ、宮古島もね、まあ電波があればあっこはいいかもな。電波があれば、うん、とにかく宮古島は電波がないんですよ。あれは残念ですよね。まあ、沖縄もそうやねんけどな。そう、電波がないところが多いですよ。で、沖縄はね、結構しかもね、あの配信ができないところもあったりしてね。うん、与論島は行ったことないな。うん、ショットガンも撃ったっけ確かね。うん、宮古島はね、まあそれ沖縄行くならね、宮古島の方が俺は好きかな。うん、正直沖縄行くなら宮古島かも。あ、そうなんや。墜落さしたのが。いや、あのね、au どこ使おうがあかん。ないところはないのよ。うん、とにかくないところはないんですよ。まあないと言っても配信ができるあれがないっていう。オーケー、イルミネーション来た、ミトさん、ありがとう。おっしゃい、これで、あ、まだ無理かな。あと7000円ぐらいいるね。あれよりもね、やつよりも、優作が今日俺よりも稼いだ可能性あるからね。今2万3000でしょ。ともうちょっとやったね。うん、ありがとうございます。いや、嬉しいわ。いや、宮古島はどの季節でもいい。あ、でもあっこもなんかあったっけ。いや、宮古島はいつでもいいんじゃない。うん、俺ほら宮古島のさ、一番いいホテルみたいなとこ泊まらさせてもらって、そこのご飯とかも食べてんけど、面白かったね。あの鉄板焼きを目の前でやってもらえねんけど、出てくる魚がね、青い魚とかいっぱい乗ってくる。あれが面白いのよ。あ、こっちのそのやっぱりこの内地では食えないようなね、あの魚がいっぱい出てくるなみたいな。肉とかもあんねんけど、いや、あれなんシギラっていうのか分からへんけど、とにかくそう、なんかこう見た目が青い魚とかさ、そういうものがあって、なんかやっぱ変わってた食べ物がね、全部美味しいねんて。うん、それが見れて面白かったね。うん、で、緑色の魚もあった。青とか緑とか、そうそう、なんか結構もうか、これなんなんみたいな。刺身もあるんですよ、緑のやつは。刺身やったから、なんか、うん、刺身、なんかタイのなんかみたいなやつでね、ちょっと変わったやつで美味しい。うん、普
通に美味しいよ。まあ、宮古島はでもほら、沼連でも行きましたけど、結構いろいろ行ったよね。ヤギ食べに行ったりとかね。そう。結構いろいろ行った。癒されたね、宮古島はね。ウミガメを見て行ったりとかね。うん。ヤシガニも食べたよ。ヤシガニは高かったかな、あんた。ヤシガニは高かった。あれ、どえらい値段やったよ。水難事故が多いって？いや、それは分からへんけど、どうなんやろう。なんか、俺はちょっといまいち想像つかへんけど、うん、もうヤギの玉食べたかな。もうとにかく俺もヤギの肉は好きじゃないの分かってたから、あんまり食わへんかったけど、毎年数名の、それはもうあの宮古島で数名の人亡くなってんやったら、内地やったら何十名何百人亡くなってんじゃない？もっと亡くなってるでしょ多分、うん、でもねすごいね、そこの宮古島行ったところはあのゴルフ場かなんかと一緒にこう併設されてるところで、あの朝おろしたてかなんかない、多分ヤギかな、うん、だからすごい新鮮なヤギが出てくるところでやったはず、うん、めちゃくちゃ有名なとこみたいよ。で、あの他にヤギとか、まあ他にほらみんな食べてたやん。で、美味しい美味しいって食べてたもん、全然まずくない言うて、うん、食べてた食べてた。まあ俺はちょっと食わへんかったけど、まあちょっと食ったか、食った、まあ俺はちょっとあかんかったな、うん、そう。地元の人は海に入る、そんなことないと思う、全然地元の人も泳ぎまくってるよ、うん、むしろ泳ぐこと以外やることないって言ってるやん、全然泳いでると思いますよ。まあ酒を飲むか泳ぐからね、毎年数名の方が亡くなる日本人、それは宮古島なんじゃないの。宮古島に勝てるところないでしょ。宮古島の海見たら他の海はやっぱりちょっとこうおもちゃになっちゃうよね、うん、昼間は暑くて泳がないです。ああ、なるほど。まあ沖縄もね、あの綺麗な場所はあるけれども、まあ、やっぱ宮古島はあれなんじゃない、石垣島とかあっちの方が綺麗なんかな。でもほら日本一綺麗って言うやん、うん、宮古島って確か一番綺麗って言うよね。日本一綺麗な海って言うやんな。だから多分宮古島で合ってんじゃない、一番綺麗なのは。そんな綺麗やね。うん。だからもうパッて見て、もうずっと全部透けてんねんから。勝てるわけないやろ、水晶浜で。勝てるかあれ。泥やないか、あんなもん。まあ、泥は言い過ぎか。まあ、確かに、水晶浜とかもね、京都人とか大阪の人が行くやったら綺麗に見えるかもしれんな。ありがとうございます、血の方。あー、18エンドってあの飛行機のとこ違ったっけ、違ったっけ、18エンドって。俺は行ったよね、確か。風めっちゃ強いところな。え、そこじゃなかったっけ、行ったところ。めっちゃ、なんか風ブワー。17エンドやった。風ブワー吹きまくったところ。なんか行ったよね。多分そこやんな。海外のダイバーが日本人はこんなに綺麗な海があるのになぜ海外で潜るんだと言っていました。そう、宮古島で、うん、多分そこです。すごいよね。まあ確かに宮古島でいいと思うね、ただまあ宮古島に行った時に、まあ海しかないっていう、その他のものがないがために、まあ、やっぱ海外に行っちゃうんやろな。なんかさっきから250号がずっとアンチコメント書いてきてる。やばいな、これ通報してください、皆さん。よろしくお願いします。誹謗中傷の嵐です。ね。皆さん通報の方よろしくお願いします。ボタンを押して、ね、あの通報するから、どうぞよろしくお願いいたします。ね。ずっとなんか文句書かれてるんで、どうぞよろしくお願いいたします。本人通報しておきますね、うん、OK。 おはようございます。通報しました、ありがとう、うん、
まあ俺は宮古島はまあもう宮古そばね、宮古そば一択です。で沖縄行ったら沖縄そば一択です。お前そばしか食わねえじゃねえかって。うん、でも実際うまこさんおはよう、実際そばがうまいんだから、あれほんまそばがうまいのよ、やめられへんよね。うん、俺好きやね、あの沖縄そばが、なんかあのその小麦粉だらけのそばっていうの、まあ、あれ実際ラーメンだよね、言ってしまえば。美味しいのよ、ちょっとこうわしっとしたような感じのそばで、讃岐うどん、うどんなあ、まあ俺はうどんはちょっとね、俺は完全早期やねんな。ラフテーってあばらんとこやったっけ、いや早期があばらか、ラフテーってちょっとあのなんか軟骨みたいなやつ、そば、うん、めっちゃ食ってたでしょ、美味しいね。よもぎもな、いや美味しいで、249号さん。魚はね、あのちょっとこのなんか淡白や、美味しいっていうのか、確かに味的なものに関して言うとそんな味はめちゃくちゃあるわけじゃないけれど、ちょっとこうなんか、そう、沖縄のだしはね、なんかこう魚粉のね、魚系のカツオだしなんかな、あれな、ああ角煮のやつな、やっぱホロホロっとしたやつがいいな、あれ、ホロホロホロっとするホロホロしたあの早期がもう最高なんですよ。あれが食いたくて行ってるよね。で俺はこの間食べに行ったあの沖縄の乗せた店の名前忘れましたけど、あそこのやつがうまかったな。今度あそこもう一回行きたいね。名前忘れちゃったけど、そう、うん、健康診断大丈夫ですよ、汁がうまいじゃん。あーね、ともみさんおはよう。世界中の海でダイビングしてる人が沖縄の海が一番綺麗と言っていました。やっぱり沖縄の海綺麗なんだろうな、おでんの豚軟骨は好きです。どこで出てくんねんそれ、出てきたことないぞ豚軟骨、初めて聞いたよ豚軟骨なんて。だ結局まあそのトロトロ系の軟骨のやつが好きなんだろうね。あれのが好きだったら沖縄抜群に合うよね。俺はあれが好きじゃないからあの悩むんですよ、ほろっとしたその本当にほろほろっとしたやつが食いたいから、そこをそれを探し求めてね、あのホテルのところのやつも美味しかったんちゃうかな、あの骨汁とかいいやつね、あれも確か美味しかったような気がするな、豚美味しい、豚ね、豚食ったかな、沖縄のステーキ、あの沖縄のステーキはだからあのその内地のあのステーキとは違うねんな、もうザ海外のステーキみたいな、肉のそのなんか旨味というよりはこう結構ガシガシとした、もうザ肉を食べてるぜみたいな、食らってるぜみたいな肉なんですよ。で俺はすごく好きですけど、あの正直高いですよ、正直高いと思う。だって赤身肉でしょ言うてもね、あれはあのじゃあこの辺のスーパーでまあ2000円ぐらい出したら死ぬほどええでっかいやつ買えるやん。向こうで言ったらやっぱ3、4000円しますから、3000円ぐらいするのかな、そう考えるとちょっと割高な気がしますね、相当に、安くない決して沖縄のステーキは、ちょっと高級、それだったら普通の焼肉食べてる方がいいかなとか思っちゃうかも、一回食べたらええな、でも食べに行っちゃうねんけどな絶対、だからあのスーパーとかで売ってる外国のあのお肉が嫌いな人、あのアンガスビーフ、あれが嫌いじゃない人は好きだろうね。沖縄海、まあ海は綺麗やけどな物価は分からへんわ。あ宮崎牛美味しいな、美味しかった、食べた気すらパンケーキさん、高いよ、また高いね、結局高いですよ宮古牛も、まあ俺が食べに行ったところは高かったかもしれないけど、高かったよ、沖縄飽きる、わかる、沖縄飽きるよな、でもな沖縄飽きるって言うけど
あれ、俺らみたいな人間は一生沖縄でもええねん。飽きるって言っても、だから前朝起きるやん。那覇行くやん。ね、那覇の国際通り行くやん。昼から飲むやん。夜まで飲むやん。帰るやん。もうそれでいいよな。うん。もうほんまそれだけで、ほんで、なんか、毎日違う、なんか、ね、いろんな人たちが集まってるから、あそこには。それがまた面白いわけですよ。沖縄のいいとこってそこやと思う、俺。なんか、要はその沖縄の人たちが飲んでるというか、いろんな人たちが飲んで楽しそうにしてるのを見てるのが楽しいっていう、そういう感覚があるから、だからなんか沖縄っていいよなって。そう、宮古島のマンゴー食べたっけ俺。沖縄暑い時点で住みたい。まあ住まなくてもいいじゃん。住まなくてもいいけど楽しめばね。俺も住みたかないよ別に。でも一月ぐらいならいいかなと思っちゃうね。海外旅行一応何回かは、沖縄のマクドナルド食べたことないな。沖縄のマクドナルド美味しいとか言われたらちょっと食べてみたくなるけどね。なるほどね。ブセナテラスだけ、なんだブセナテラスって。まあでもやっぱちょっとね、もう日本国内は、まあ正直ね、まだまだ行きたいところ、行きたいとか行けてないところもたくさんあると思うんですけど、やっぱ海外に行っちゃうと刺激が少なすぎて、どうしてもあかんね。やっぱ海外って本当に刺激が強くて強くて仕方がない。本当違うよね、海外で。何が違うんでしょうね、こんなにもね。刺激が強すぎる。ちょっと行くだけで違いがありすぎて。驚いちゃいます。てなことで皆さん、もう8時半でございます。皆様、本日も一日ありがとうございました。ね、今日はちょっと早くからやっちゃったから、3時間47、50分やってるよ、これも。すごいわ、これ。俺はタイだったね。いや、だから、その文化が違うというか、建物を見るだけでも違うやんか。もうそれが嬉しいやん。もうパッて街並みを見ただけで、うわ、日本と違うなとか、あとはこう店のこの商品の並べ方でも違うなとか、コンビニ入ったってコンビニで置いてあるものが全然違うとか、同じセブンイレブンなのに置いてあるやつが違うとかっていうのが、もうたそれがめっちゃ楽しくて、そういうのがもうやっぱりこう最高でね、ええなと思うんですけども。はい、いや、タイだけじゃないですよ。韓国も台湾も良かった。全部良かったです、本当に。で、また俺が行ったところっていうのは全体的に人がすごく良かったし、嫌な思い一回もしなかったから、それがだから良かった。言葉の壁はやっぱりね、感じますけどね。それでも、なんか、海外、そのどこ行ってもそうだけど、外国人の人なんやな、いうことで、みんな親切に見てくれはる。わからないならわからないなりにちゃんとこう分かりやすく説明してくれたりとか、なんかもうピンピンみたいな感じじゃなかったからさ、そこが良かったですね。はい、そんな感じで、皆様、本日も一日お付き合いありがとうございました。ね、皆様。ナイスの方だけまたもしよかったらよろしくお願いいたします。風はねだいぶマシになりましたよ。本日もしっかりダイエット頑張っていきたいと思いますんでね。はい、皆様もお体気をつけて最高の一日にしてください。はい、それではまた次回の放送でねお会いしましょう。お疲れ様でございました。ほら、ちょっと今日俺これイルミネーション1位狙いたいから、まだ夜もねやろうと思っております。一応はまたよろしくお願いします。ほらまた。